鈴木まみと森谷優の漫画アネックス。この番組は漫画の力で東日本大震災復興へ行う株式会社ニコがお送りいたします。はい、皆さんこんばんは。愛が詰まったゴージャスボディ、声優役者脚本演出家などマルチに活動させていただいております、鈴木まみです。はい、そして胸はないけど愛はある声優の森谷優です。そして漫画家の木崎隆です。よろしくお願いします。はい、こんばんは、こんばんは。はい、こんばんみって懐かしいな。年がバレるこの人の年がバレる。そうそうそう、姉さん、はい、この間、うん、何何福島に行ってきた。2泊3日で、うん、2泊3日前乗りして、ね、前無駄に前乗りして美味しいもの食べて、はい、そうですね、イベントもありつつ、そうなのよ、うん、はい、楽しい日々を過ごしてきたよ。ピーカンだったね。だから本当いい天気でした。本当ですか。全超暑かった。暑かったんだ。だから夜はめっちゃ寒くて温度差がすごい激しかったですね、やっぱね。そう、ちょっとあの番組の最後ら辺に写真出したりだとか、いろいろとやりたいと思います。ぜひ、ね、詳しくそこでお聞きしていきたいなと。はい、これですね、福島アニマガフェスタね、漫画テレビサポーターズクラブの会費もですね、一部使わせていただきました。本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、報告番組後半でさせていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。何あんた、はい、台湾行くのって？そうなんですよ。明日から。そういえば明日？6日から10日まで。なんかすごいレッスンしてたみたいだね。踊ります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 歌います、踊ります。やば、いくついくつ今？え？いくつ今？やめてやめてくださいますか姉さん。やめてくださいますか。去年ぐらいまではねアイドルじゃなくて、うん、私は声優だって言い張ってたのにね。え、なんか制作元が絶対これは、うん、あの、うん、そのキャラクターがいて。こその君たちなんで、うん、アイドルとは違うんだって言ってたんですけど、うん、今年になって、うん、なんか普通に声優アイドルって言って言い出して、うん、あれアイドルついたなって、あれこれアイドルなんですかって言ったら、うん、なんかどっちでもいいかなってとか言ってそんなことを言い出したというアイドルに変身したんだね。はい、そこは自分の信念なのかと思ったら流されただけか。いやもやしい。アイドルですって森谷が台湾、ね、はい、台湾行ってきますよ。ステージ次回から名前も変えますか。え、どういうことですか。アイドル、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 アイドル声優なんですか。やめてください。何もついてないじゃないですか。だって今森谷言うってなんでくないですか。普通になんでここにあえてアイドルってつけるんですか。やめてください。痛々しい。やめて。アイドルとか書かれてるよ。違うんですよね。ね、訪れてね、訪れてる、これはまあしょうがないんですよね。生放送でもあるあることですか。まあ明日から台湾ってことで、私まだ用意ができてなくて、はい、あらら。でもいいお土産だけ楽しみにしてるから、うん、ありがとう。そうですね、台湾って何がいいのか。え、何なんでしょうね。何もらおうね。何が欲しいんでしょうね。なんかこの間漫画ケーキ発送計画のネットラジオの木下さんと話してたら、うん、パインケーキが有名だよねってお土産にはって言って、あ、じゃあそれでいいんですか。なんか美味しいのか美味しくないのかよくわからないんですけど、うんうん、木下さんが言うなら大丈夫かなって。大丈夫ですね。私でも初海外なんで、うん、ちょっと今戸惑ってます。しかもあの現地で集合なんですよ。何それ、一人で行くの。スタッフさんたちと、いや、こっちに東京組が2人、もう2人いるんで、うん、ただその2人が海外行ったことあるのかがちょっと謎すぎて、うん、これやべえみたいな。まあ大丈夫だ、ね、地球の上だから。広いな。一回飛ぶけど。地球の上から飛びますけど。大丈夫、同じぐらい重力あるから。台湾も日本も。チョコって書いてある。お茶、チョコ。あ、そう、チョコ、なんかこの間その別の子が行った時にお土産もらったのがチョコで、はい、コンビニに普通に売ってたチョコを買ってきて。くれて、うん、いやめっちゃ美味しかったんですって言って、うん、4つぐらいもらったんですけど、確か美味しかったんですけど、お金チョコかっていう、うん、あ、お金ね、お金お土産じゃない。分かった、そっか、小銭換金できないんですってね、うん、え、なんかお札じゃないとダメなんですよね。知らなかった。だからその小銭でよければねさ、いらんわ。平らないやつ、一番いらないやつ。いらないの。そっか、だってね、スマイルね、いいですね。スマイル いつもだってプレゼントしてるからね。そんなマクドナルドみたいな。うざい。もうみんなお待ちかねだよ。お待ちかねですね。うん、さあ、それではですね、うん、今日もですね、皆さんのためにゲストを呼んでおります、ね、うん、はい、そして皆さんももっとですね、チャットとかツイッターでどんどん聞きたいことをつぶやいてください。はい、番組公式アカウントのアットマーク漫画アンダーバーアネックスをフォローしていただきまして、番組を見ながらハッシュタグ漫画アネックス、ハッシュタグプレゼントをつけて、先生への質問、感想などをツイートしてください。番組後半の投稿コーナーの投稿者とツイートしてくださった皆さんを合わせた中からですね、
スペシャルプレゼントがございますので、こちらお願いいたします。はい、じゃあコーナーいきますか。はい、行きましょう。せーの、漫画家さんとトークっす。それでは早速ご登場いただきましょう。2000年ライフアーツで第43回千葉哲也賞優秀新人賞を受賞。2005年、さらにカカシトレイディで第56回小学館新人コミック大賞少年部門佳作を受賞。そして2006年週刊少年チャンピオンで連載した愛星もどきが大人気。現在月刊コミックフラッパー市場で連載中の隣の関くんが大ヒット。アニメ化もされた森重拓磨先生をお迎えしております。嬉しいよ。よろしくお願いします。先生、すごいね。大人気ですよ。こんなノリのいい人だったとは。さあ、ちょっとよろしくお願いします。さあ、ちょっといろいろとお話を伺っていきたいと思っておりますが、はい、まずはいつものあれからいきましょう。いきたいと思います。はい、漫画テレビをお送りしています、株式会社ニコが行っている東北復興支援活動のための応援イラストボードに森重先生のですね、イラストとサインを生書きしていただきたいなと思います。さあ、先生実はですね、すでにもうこう、そうなのよね、はい、そうなんか書き始めてくださってまして、開かない開かない、よいしょ、邪魔なものがいっぱいだ。はい、さあ、さあ、さあ、置かせていただきまして、はい、すいません、大丈夫ですか先生。いろんなものをこう、いろんなものを片付けですね、いろんな道具が多すぎて、はい、今日はいろいろ使うみたいね、これ先生に、すでにですね、皆さんにですね、手元カメラでお送りしたいと思っております。はい、映るかな、映るかな、これをこうかな、だいぶズルさせてもらえる、ね、書かせていただきました。いろんな、お、そうですね、絵が書いてありますよ。今回いつもよりちょっと進んでます。はい、ちょっと全然1時間ぐらいかかりそうだったんで、さっきまでずっと書いてました。そうなんですよ。もう素晴らしいサービス精神、書いてくださっていたんです。はい、あ、皆さんにも手元カメラで映ってますね。はい、さあさあさあ、株式会社ニコは各地で漫画家さんの直筆イラストボードを巡回展示しております。はい、展示イベント情報は Facebook にある株式会社ニコのページや Twitter などで順次ご紹介させていただきます。はい、結構ですね、もう進んでるんですけど、先生こう美味しいところを残してくださってる。そうですね、やつらもいるよ、やつらもやつらもいるんですよ。やつらがいるよ。かわいい。あー、もう癒される。かわいい。そう、細かいんですよ、ね、いや、あんまり絵に自信がないので、なるべく変なものを描こうと思ってやったらちょっとやっぱり大変だった。机も描いてくださってますからね。やはりいいですね、なんか。でもやっぱ関君といえば机ですね。セットじゃないとみたいな感じですよね。ちゃんと隣に座ってますしね。本当ですね。すごい、もう徐々に完成していきますよ。はい、入れてくださっております。ロボットはね、人気があるんですけど、はいはい、サインをねだられるときに、はい、リクエストであのロボットいただくと全然書けない下書きをちょっとってしてもらわないと、あのね、人間でお願いしますってこっちからこう言うんですけど。でももうデザイン覚えてるんですか、ロボット。そうですね、大体は描けます。すげー、すごい。やっぱロボットバランスが難しいんですか、先生。まあ、なんか勢いで描けばなんとなく良くなるんですけど、時間がかかると逆になんか迷宮にはまるというか、気になっちゃって。人に任せるとこうちょっとパースを取ったりされるんですけど、自分で描くときは絶対パースは取らないで、取らない方がなんかキャラっぽいですよね。こだわったらこれ切りないですよね。そうですね、取ったらもう全然描けないですね、逆にね。関君の顔が、表情が入りましたね。もう全部ゲッターロボの合金でできてると思って書かないと。あ、ゲッター合金いいですね。分かりにくいだと、ね、ちょっと柔らかめのねロボの金属はいいですね。ちょっとだいぶ影になりますね、描いてる手も。大丈夫ですよ、先生。あ、森谷、そっちから照明当てたらいいんじゃないかしら。よいしょ、両側からね、ダブルで。どうでしょう、どうかな、またかな。 これが邪魔。あ、右手だから右からがちょっと邪魔っていうこと。なるほど、じゃあ、あ、そうですね、一層、はいはいはい、そっちからを当てると。 OK、 今、あ、よくなりました。結構影がくっきりつくと描きづらいですよね。そうですね。あ、そうなんですね、うん、そうなんですよね。その向きをこうライト調節しますよね、机で。
絵の一部みたいになっちゃうからね。そうですね。ああ、なるほど。確かに。わ、全然書きながら喋れるんで、なんか聞いてもらっていいですか。台本進めてもらって全然はい、大丈夫です。進めますか、はいはい、これでもこう線を書くときに、はい、こう一発じゃなくて、そして結構足していく感じで。そうですね、僕は結構ガサガサした感じになります。 G ペンが使えません。ああ、そうなんですね。はい、丸ペンとかで人物を描いたりします。大きいと G ペン使うんですけど、あんまりやっぱり繊細な線を G ペンでシュパッと描けなかったですね、はい、10年やったけどやっぱり G、はい、G ペンは物になりませんでしたね。僕もですね。あ、そうなんですか。僕も若い頃 G ペンで描いてたんですけど諦めました。なんか癖で目に指定を入れてしまいましたね、バツに。ベタっていう。誰かベタを。あ、じゃあ お隣の面白い。いや、お隣の声優さんにバツのところベタを入れてる。そんなすごいで、ね、いや、うん、一生森重先生のアシスタントしましたとか、ね、あ、言えますね。これは片目ずつ行く。あ、行きます。第3足、第4足として一言あるんですよみたいな。ベタを入れてもらいましたね。あ、質問来てますよ。ギャグはどんな時に考えてるの？ギャグはそう、お風呂で考えますかね。お風呂、はあ、ボケと何か作業してる時にね。お風呂って結構ひらめきますよね。そうですね。なんかこう単調な景色のところにいた方が、そこなんですね。ははこうなんの、まあ、電車とかでもね、温度差で集中できるとかじゃなくて、わかんない、いろんな作用があるんでしょうけど、お風呂でよく思いつきますね。ただまあ考えてるのはやっぱりずっと24時間ね、考えてはいますけども。はい、考えやすいのはお風呂。考えてます。漫画家って一日中漫画のことを考えてますよね。そうですね。なんかちょっと不眠症になったりもしますね。あ、考えモードのままお布団に入ると、ね、はい、1時間2時間寝れなかったりはしますね。寝てる間にこう夢の中で考えたりしないですか？あ、します、します。それ今はすごくするようになりましたね。そうするようになればいいなと思ってたんですけど、はいはい、あんまり良くないです。実際訓練してなっては見ましたけど、はい、忘れてるので夢の中で考えたことは、はい、あんまり使えないみたいですね。すぐそばにこうメモ置いといたりしないですか？なんかしてた時期もありますけど、結局はなんか変なことしかあんまり使えないネタが多いですね、夢の中がね。夢の中で考える訓練をする。すごいね。すごいな。そうです。目のベタ。いいですか？姉さん、はみ出しちゃダメですよ。やばい、ちょっとこれやめて。プレッシャーにはやめて。ちゃんと手持ってるやつ。絶対はみ出しちゃダメです。はい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 。え、ですか？どうしようです。自分の書きやすい位置に持ってていいよ。私今週1、違う、今月1。え、どうしよう。なんかちょっと指震えてない？怖い、怖い。集中して、集中して。怖い。あんま村とか残さないでください。まさか。こっち、おおお、はい、これ難しいっすよ。やべ、私これ自慢しよう。いやー、これも鈴木さんが描く絵がどんな絵か知らないから任せられるみたいな。先生結構今綱渡り中ですよ。もう画伯ですから。ここちょっと残ってます、ね。こういう残ったやつは気になるんで、じゃあここはこうす、左右対称にしてください。あ、ここですね。そうそう、そこです。うわー、すごい姉さん。いやー、もう寝ちゃいましたね。私も今日終わったね。これからね、ウィキペディアにこう経歴として書きます。森重先生のアシスタントの経験ありって。身長164メートル。はい。ロボットは下書きは絶対定規を使わないんですけど、基本。はいはい。それで、ペン入れする時だけ定規を使います。そうなんですか。そうですね。あ、みんなにちょっと見えてますね。見えてますか。いやー、なんか姉さんもベタ入れたのすごいな。羨ましかったんだ、ね、手震えますよね。いや、私多分恐れ多くてできない。心臓がバックバックいってる。ですよね。開始15分にしてもう終わった。なんかしょうがないですよ。今日頑張ったもん。お疲れ様。何が起こっても今日頑張ったと言える。もう最後書いてもらったし、いいかな。ダメですよね。何ちょっと帰ろうみたいな感じ出してるんですか。
これからこれからなんですよ。袋を線が入っていきますね。だるまの目入れかよって書いてほんとね。まあ誰がやってもいいんですよね。いや任せられるとかやっぱなるべく任したい。アシスタントさんってどれくらいいらっしゃるんですか。うちは2人ぐらいで、まあ、20ページなんで、関くんの場合は、まあ、それぐらいで間に合ってます。あんまり多くないです。やっぱロボットのロボット一家の話が一番、時間がかかる。時間かかりますね。やっぱりそうなんですね。そうか。いなりご飯も同時連載だったわけですね。そう今終わりましたけど、その時は、いなりご飯はまあザザザッとこう味のある線で書いてたんですけど、ロボットはやっぱ正確に描かないといけないので、そうですね。やっぱりいつもより日数が伸びて大変でしたね。できる限り先生の中ではロボットの話は思いつきたくないみたいな、そうですね。なんか楽な方法があるといいんですけど、まあまあ、いやでも、でもこう好きでデザインした部分もあるんじゃないですか。はい、そうですね。やっぱりまあおもちゃのロボットは描いて楽しいので、時間さえあればすごい楽しく描くんですけど、いや急いで描くのが漫画の。そうですよね、嫌なとこですよね。本当はね楽しいんですけど、僕もなんか漫画描くの楽しくないとか時々言っちゃうんですけど、時間自由にくれるんだったら楽しいんですよね。そうなんですよね。満足いくまで描かせてくれるなら。そうなんですよ、ね、それをなんか妥協の産物にしなきゃいけないところが嫌なんですよね。そう、急ぐのが辛いんですよね。辛い言うのはって思うのは大抵書くのが遅い人なのかもしれない。そうですね。早い人は速さにこう酔いしれることができるんでしょうけど、まあ遅いのでそんな感じではないです。定時使い。オールアナログなんですか。はい、アナログです。そうなんですね。すごい。なんとなくデジタルなのかと思ってました。いやー、なんでしょうね。でアナログでできる限りのことをしますね。トレースをすごく使ったり、あんまりデジタルにしても早くならないと思いますね。背景も少ないしネタも少ないので。うん、そんなにトーンを張ったりもないんですかね。そうですね、極力減らしてます。行って開いたページが、バリバリ使われてました。普通に使ってました。いや、あの少女漫画家さんの使う雰囲気トーンみたいなのは、後ろのこう、心象風景のトーンとかはたくさん使えますね。確かに、はい、ただ人物の影には貼らないですね。それはまあ面倒くさいからなんですけど。そうなんですね。はい、もう表情が見づらくなるからとかそういうんじゃなくて。そうですね、見やすくなればまあ貼ったかもしれないですけど、はい、何をやったらいいのかよくわからないですね。やってみると濃すぎて剥がしちゃったりとかして、なんかね、トーンわかんないですよね。加減も徹底的に貼るか、はい、最低限貼るかですよね。そうなんですよね。中途半端だと一番見づらくなっちゃって、Gペンを使わない人はそんなに貼らなくていいんじゃないかなと思いますね。なんかこう、タッチのメリハリくれますもんね。はい、トーンの合う絵と合わない絵と多分ありますしね。僕はあんまりトーンに映える線ではないので、こうやって今ミリペンでロボット描いてますけど、はい、実はあの原稿でもミリペンで描いてる時も多いんで、ロボットは G ペンとか丸ペンとかで描くと終わらないので、結構あのミリペンでシャ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 描きます。ミリペンも今性能いいですからね。編集さんに怒られたらやめます多分。今のところ大丈夫、気づかれてないです。気づかれてない、はい、もう今はミリペンで丸ごと描く人も多いんで、はい、それで怒られることもないんじゃないですかね。そうですね。昔はね、もう本当にいろんな制約ありましたけどね。ペン使えって言われてましたけどね。墨汁使えとかいう時代もありましたしね。ありましたね。へえ。墨汁だと原稿で見た時の見栄えがいいっていう、これ印刷した時関係ないじゃん。それね、言いますね、編集さんがね。嘘つけとは思いますけど。そんなことないよと思いますけど、今大抵のプロね、ベタだってマジックですよね。そうなんですよ。マジックの方が上からホワイト使いやすいんで。あ、乾くから。
その凸凹ができないでしょ。墨汁とかだとムラがあったりすると凸凹できるし、うんうん、マジックは全部紙に染み込むから、ね、うん、なるほど。仕事かけましょう。おお、はい、消しゴムは勝崎先生の書かれてる由良さんの方の消しゴムはいいんですかね、はい、気になってしまう。ここでこれを消して勝崎さん の、はい、のアシスタントをしたことがあるみたいな。はい、二人エッチをすごく読んでる勝崎ファンとして勝崎先生にあのサインいただいたこともあるんで、これも番組始まる前にちょっと話聞いてたら、はい、勝崎さんの話だったらいくらでもできるよ、ね、はい、2時間ぐらいはずっと喋ってて、じゃあ失礼して僕は責任を由良さんのこのコラボレーション失礼します。まさかまさかの、もうね、のウィキペディアちょっと書き直してください。やったやった。勝崎先生のゴム掛けをしていたみたいな歴をこう入れてもらえるとすごい。これは可愛いな俺。でなんかこう消しゴム掛けに特別な思いを感じます。普通の消し方ではなくて、ね、自分よりも丁寧です、ね。まさかのコラボレーションになりましたけど、ね、あ消しゴムは修正がしてある目のライトに消しゴムがかかりすぎるとこう修正が落ちてしまうので、そこは丁寧にいかなきゃね、避けないといけないですね。さっきさんはそういうホワイトの使い方がね昔からうまくて、ポツポツって少女漫画的に落とすんですよね。サインもちょっと失礼した、うん。そうそう、森重先生はなんか少女漫画にもお詳しいと、はい、僕は姉が、はい、東村明子、うんうん、でやっぱ2人でもお互いの持ってる漫画を全部読んでたので少女漫画は一通り読んでるんです、リボン読んでました、お父さんは心配性を読んでました。はい、岡田先生ですかね。そうですね、これがちびまる子ちゃんとかの連載当初でしたね、僕が。そうですね、同じ頃を読んだ頃でしたね、あれ。こちらの方が絶対自分の絵ができてますので戻ってきました。消しゴム掛けがあそこが開いてたのはサインだのためです。14年目ですね、はい、11月5日、はい、はい、ありがとうございます。たっぷり時間使っちゃって、いや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 、視聴者はやっぱりこのコーナーがね、たっぷり見れましたよ。じゃあこちらを手元カメラで映した後に全体図を、全体図を、じゃあ失礼しますね、前の方を、はい、よいしょ、いけますかね。どうですか、見えます、はい、これもっとどうだい、これはどこだい、下がい、さっきお兄さんに助かった下がい、動画確認しながらだからもっと寄ってとか下がい、大丈夫かい、 OK、 もっとがいもっと下見えた見えた、どうよどうよ、どうどう、姉さんいい仕事した、はい、ありがとうございます。ありがとうございました、ありがとうございました。さあ、それでは、いきますか、今度は、はい、いろいろお話をまた伺っていこうかなと思っております、はい、今回の、はい、テーマはこちら、おい、ダダン、出てましたか、負けない漫画家が語る人生に負けないためにちょっとだけ大切なこと、はい、というわけでね、ちょっと先生のプロフィールを調べていまして、はい、気になることがいろいろ出てきたんですよね、はい、うん、はい、まずは千葉哲也賞優秀新人賞を取られたのが2000年、はい、でヤングマガジンでデビューされたのが2001年で、はい、多分23、4歳ぐらいですかね、はい、多分決して早くはないデビューだとは思うんですけど、投稿歴とかって長かったんですか。投稿歴は僕は短かったです、21かが初めて投稿し始めて、賞は22の時には取って、23の時には読み切りで載っ
ったかなぐらいな、24の時に増刊で月刊連載をしたりしてました、ね、そこまではトントン拍子だったんですよね。そこから先がちょっとすごい嫌な目にやる、嫌な自分の問題なんですけど、あんまりやっぱりうまくいかなかったですね。あ、そうなんですね。そもそも漫画家になろうと思い始めたのいつぐらいなんですか？大学に、もともとその高校で美術部とかいっぱい絵を描いてたんで、そういう遊びでねギャグ漫画とかを描いてたんですけど、大学に入って就職活動をする時になって、あ、なんかこう就職したくないなと思ってすごい、なんか3年ぐらいから投稿作品を作り始めましたね。へー、就職したくなかったからですか？そうですすごい。でもそのやっぱりないつかそういうことをしたいと思って、一回就職する人もいますし、ちょっと迷ってあんまりその、あんまり大学でちゃんと勉強せずに遊んでたので、なんかこんなに遊んでばっかで勉強してなかったのに、社会人の勉強なんかできないなと思って諦めて、やっぱり漫画の勉強にこう移った感じではありましたね。じゃあそれまでどんな仕事に就きたかったとかは特に、なんか建築とかそういう学科に行きたかったんですけど、なんかちょっとあんまり大学の中でこう成績で振り分けられて、あんまり自分のこう行きたい建築には行けなかったんですね。でもなんかこう立体をそう考えるとかいうのがやっぱ好きだったんですね。そうですね、なんとなくそういうのは作品の中にね、ちょっと伺われますよね。あと将来の夢が建築家っていうとなんかかっこいいっていうのが男の子の流行りだったんです当時。建築建築みんな言い出したんです、高校の理系の子が。ブームがあったんですね。ありますありました。よく考えるとそんな職業はほとんどないそうなんだ。大学の勉強をあんまり活かせそうにないなと思って一から好きだった漫画の方に、漫画ずっと読んでる方ではあったんですけど、一度ちゃんと、はい、大学3年から20歳、21ぐらいから投稿作を真面目に書き始めました。それどんな作品を書かれたんですか？なんか、結構こうアクション漫画だったり青春漫画だったり、何でも、はい、なんか考えずに。ゾンビメイトあたりはいつ頃ですか？これは25歳ぐらい、あ、じゃあやっぱ若い頃ぐらいですね。はい、こう連載2つ目ぐらいですね。あ、なんかこう書くものがあんまりこう通らなくて、編集さん、ボツを食らってたので、なんかこうもっと激しいそういうなんかお涙系の青春とかいいから、みたいな感じで言われて、そっか、なんか刺激のあるものをと思って、じゃあゾンビ漫画をっていう感じで書いてます。じゃあ単行本になったのこれ最近？それはね、人気がなくて単行本ならなかったんですねそれのあたりからこう書いてもこう人気がないので単行本にならないし、人気がないのでもうあなたは雑誌には載せられないって言われるんです。それは当たり前のことなんです。たくさん載せてもらった後で、読み切りもいっぱい載せてもらって、連載も2回させてもらって、人気が取れないならもう編集会議を通らない、あなたは、っていうことは言われましたね。はっきり言われるんですね。どんな雰囲気で言われたんですか？それはね、いや、編集さんはすごいやっぱ親身になって何年も一緒にやってくれた方なんで、そのもうここまで人気が取れないんだと、もうどうしたらいいかわからないって言われましたね。その優しい意味で、その自分で考えなきゃいけない時が来るんですね。編集さんがこう新人だからって引っ張ってってくれる時期が過ぎて、人気が取れなかったら、もうちょっと俺には君が何を書けばいいのかわからない、すごく深く知った上でおっしゃってくれたですね。でも諦めないわけですよね、そこで。そうですね、それはなんかクソとしか思わないですよね。まあそこでなんか諦めるようなこうなんですかね、潔さはないですからねなんかちょっと疑問なんですけど、あれ、そういう場合って編集さんが変わるとかいうことはないんですか？たまにありますね。でもなんか面倒見てくれる人が、まあ、部署移動がない限りは凝ってるみたいな感じですね。あと編集さんが変わってもうまくいかないことの方が多いですよね、と島本和彦先生が言ってらっしゃる確かホヤヨペンで
書かれてた。編集が変わると、まあね、はい、その新人はその雑誌ではうまくいかないっていうルールが、へー、ジンクスがあって、僕もそれ読んだ時に、あ、確かに記憶では誰もが編集担当さんが入れ替わったらなぜかダメになるっていう、よその雑誌に行くしかないっていう謎の現象があって、そうなんですか。やっぱりこうね、担当さんに惚れ込んでもらうことでこういいチームワークができるんですよね。だから新しい編集さんが来て、うん、デスノートみたいなの書いてとか言ってもそれはおかしいわけですよ。本人の、うん、好きなものとか資質を知らないままに、うん、今雑誌ではこういうの車とかが人気だからこういうの書いてっていうだけの人が来るわけです、うん、詳しい人がいなくなった時点でちょっとやっぱりずれますよね、うんうん、そうですね、感性がね。その現象は本当そうだなと思いました。そうですね。でもよくね、担当が変わる雑誌社もあるんですよね、はい、あれやめてほしいなと思うんですけどね。あのね、人員配置さっと変わりますよね、出版社によっては。少年ジャンプとかもほとんどマンツーマン制で、ね、お互いこう一緒に伸びていく的なところがあるわけですけど、成功例があるんだからね、出版社もどんどん真似してもらいたいなって思うんですけどね。小学館よく変わるって聞きますよね。あ、まあ、でズバリ言っちゃいました、ね、小学館あんまり縁がないから言うんですけど、小学館は人員移動が激しいって作家さんの間では聞きますね、はい、そうなんですよね。いや、まあ、それはそれでメリットもあるらしいんですけど、うん、漫画に関してはあんまり良くないかなっていう、まあ、一緒にその、まあ、ね、作家さんを連れてってくれるしかないと思いますけど、またちょっと初めに戻っちゃうんですけども、はい、持ち込みされた時に投稿はヤングジャン、あ、ヤング、失礼しました、ヤングマガジン、ヤングマガジン、はい、その時はヤングマガジン一番読んでたとか、あ、その時に好きだったのは、うん、あの古谷実先生ですね、うん、稲中卓球部が終わって、うん、いくつかあって、グリーンヒルっていうのがギャグ漫画と、はい、まあ、青春ギャグ漫画的なものをすごく面白く書かれてたんで、うん、やっぱりヤングマガジンの漫画はたくさん面白かったですよ。望月峰太郎先生のドラゴンヘッドとか、はいはい、望月先生の過去の作品いっぱい読んでたし、うん、すごくこう独特な天才の作家さんがいらっしゃるでしたね。はい、スター学院とか、ね、杉村新先生の漫画は面白くて好きですね、やっぱりね、ずっと青春時代、はい、まあ、ああいうの描きたかったですね。そうです、全然自分の才能と全然違う分野なんだけど、はい、他のトップよりはやっぱ変わった作家さんがいる週刊誌でしたね、うん、うん、結構絵は荒い人が多いんだけど、はい、独特のね持ち味がある作家が多かったですよね、うん、だから新人も結構変わった人が入ってくるところで、うん、僕の同時期の新人さんは、うん、ちょっと先輩ですけど、押切蓮介君、ハイスコアワールの押切さんとか、はいはい、悪の花の押見修造さんとか、はいはい、デトロイトメトルシティの若杉君のさんとか、はい、そういう、あともやしもんな先生が僕の先輩やってますね、造花も、もうすごいですね、すごい変わってね、まあ、変わった人たちがいっぱい集まってる編集部でしたね、ヤングママジの。なんかそのジャンプに投稿しようとかそういうもの、ジャンプは無理でしょジャンプは無理ですよ。どうしてそこに無理だと思うんですか。いや、競争率が高いですよ。うん、あ、競争率は確かに高いんですけど、僕らさらに言えばやっぱ好みがもう、その高校生の時に返したらやってたかもしれないですけど、大学生の後半になって書き始めたんで、うん、やっぱりその少年心みたいなのがちょっと失われてきてたんですよ。もう心が大人になってたというか、そうです、そうです、うん、その時にはもうジャンプを読んでないぐらいな感じです、うん、あ、なるほどなるほど、俺はもうヤンマガとかヤンさんを、うん、ヤングサンデーを読んでたぜっていう、ちょっと青春こじらせに入ってた、はい、そこでこじらせ、ゾンビメイト読んでて、これもうあれですよね、リア充みんな死んじまえみたいな、そうそうそうみんなゾンビになっちまえみたいな、そうそうそう、なんかその完全懲悪とか、はい、こう成長して悪を倒すぜみたいなのが、はい、ちょうどバカバカしくなってくる頃に書いてるので、そう、ここの漫画ね、だからこう、はい、リア充の人は読んじゃダメリア充じゃない人は気持ちいい僕ジャンプやっぱりその過去に読んでてすっごいこう自分の記憶として好きなものってやっぱり木崎先生のとびっきりとかがすげえもう印象に残る好きな作品だったんです。ありがとうございます。でもそれはジャンプの本堂とちょっとずれた少し大人の面白さだったんですね。そうですね、そうなんですよ、ね、はい、それを愛するっていうこと自体がもうジャンプに持っていく資格がない、うん、あ、それはダメかもしれないですね。そうです、
なんていうか、だからこそこう自分の好きな作家さんたちの向かう先に自分がちょっとついていくのが、庭野誠先生も好きだったんですけど、桃太郎すごい好きだったんですけど、やっぱり庭野先生自身がもうよそにこういろいろ書いていかれる感じが、あ、自分の好きな作家さんはずっとジャンプにいる人たちではないんだと思うと、やっぱりこうジャンプじゃねえなとは思います。無理だし、無理だし。あともう一つ、やっぱり大学生の時に読んでた雑誌としてはアフタヌーンがあるんですけど、アフタヌーンになんで投稿しないのって周りに言われましたけど、アフタヌーンは無理でしょ。アフタヌーンは難しいですよ。天才しかいないじゃないですか。天才作家さんばっかり書いてるところに、そこに出すほどは天才じゃないですよね。いやいやでも自分では分かんなくないですか、自分が天才かどうか。僕も自分は天才じゃないってずっと思ってましたけど、でも僕持ってったのジャンプとかアフタヌーンでしてからね。そうですね。自分で自分って分かんないんじゃないかなと思ったんですけどね。そうですね、なんか分かんない。まそれで結局出してるのがヤングマガジンとかなんで全然分かってないんですけど。でもやっぱりね、その本当にもう寄生獣とかやってた 時ですよ、アフタヌーン。はいはいはい。そんな人と競争することになるんですよ。勝てるわけがない。確かにあの時代のアフタヌーンっていうとね、恐ろしい。ジャンプとは反対の意味で頂点でしたもんね。そうそう、もう指揮賞とかも天才ばっかりバカすかバカすかって、はいはい、天才がこう殴り合ってるようなところに入り込めないから、アフタヌーンだけは絶対出さないって漫画家を目指した時に決めましたね。アフタヌーンは絶対出さない。勝って読むけど。あで、なんか結構漫画家さんってこう天才派だけとこう計算型タイプみたいに分かれるっておっしゃいますけど、先生はどっちかというと計算タイプ。計算しますね、やっぱり。あ、じゃあもう分析とかもしますね。分析大好きですね。へえ、理系なんですね。そうですね、仕事中はあのアシスタントさんと他の漫画の分析ばっかずっとしてますね。へえ。分析するのが一番楽しいですよ、分析人でね。どういや楽しいですよね。 なんでしょうね、なんであの漫画売れてんのみたいな話を聞きますね。こうなんか最近それでこの辺が面白いと思った作品とかあります？いやもうなんかもう妬みとかにな、怒っ若いのにあんなの書いて売れちゃったみたいな。ああいうのってさ、もっと10年ぐらい苦労した人が書くやつじゃんって。なんかもう二十歳ぐらいで書いちゃってさみたいなやつはあるんで、あんまり出せないですけど。出しましょう、出しましょう。ガンガンオンライン。はいはい、すごい名作がいっぱい現れてるんですよね、うん、ガンガンオンラインの漫画を分析するのとかは、うん、やっぱ面白いですね。週刊誌とか月刊誌とかにない面白さが、うん、そのウェブ漫画から出てきたっていうのは、はいはい、なんかこうどういう現象なのかとか、うん、ウェブ漫画と紙の漫画ってやっぱ面白さの質が違うと思うんですけど、どの辺が違うと思いますか？なんでしょうね、週刊誌って週刊誌の方法論がかなり確立してますよね、うん、はい、ヤンジャンとかをこう面白いけど、はい、新人はこういう面白さみたいなのが求められてたり、うん、はい、その月刊誌であってもこう少年誌であればこうとか、うん、そういう美少女誌、美少女をこうメインにした雑誌ならこうっていうのがあったりするんですけど、うん、はい、ウェブはそういう制限がパタってなくて、そうですね、ページ数からぐちゃぐちゃだし、うん、なんかそういう急に自由に書く人が現れてる感じがします、ね、うん、そうですね。逆に週刊誌とか月刊誌の方法をウェブに持ち込む人はあんまりこう、うん、馴染まないですよね。そうですね、引きがしっかりある漫画とか、ね、うん、ウェブだとこう見たことないことやってる人はおおって思いますよね。思いますね、うん、なんか不思議の、なんか結構古い側の新人だったので、ちょっとこうウェブに書いてもあんまりピンとこないものしか書けないと思うんで、ね、嫉妬しますね、そういう若いサイトはね。いやでも隣の関君は相当他の漫画家と違う視点で書かれたんじゃないですか？そうですね、やっぱりこう、はい、本当はあの隣の関君を書きながらストーリー漫画を書こうと思ってたんですよ、うん、片手間に書いて副業にしようと思ってたんですよ。なんか分かりますね。そうやってなんか一番書きたいものとちょっとどけて書いて、はい、肩の力の抜いたものって意外と当たるんですよね。そうそうそう。
そういう目的で書いたら人気がすぐ出たので、はい、こういうのでいいのかと思ってどういうのでいいのかこういうのをたくさん書こうと思って書いたんですけどね。これはでも続けるのが大変じゃないですか、うん、でもそうですね、やっぱ最初は一巻で終わるぐらいと思ってましたよね。なんかまあ頑張ってちまちまと増やしてますね。これはでもやっぱ自分が学生だった頃こういう部分があったみたいなのはあるんですか？そうですね、やっぱ授業中が暇だったので、そうですよね、何かしらこうね遊びをね、パラパラ漫画はねやっぱり、うん、やり漫画描く、ね、みんなやりますよね。パラパラ漫画をやっぱりいっぱい描いてましたね。のまたこう授業中の教科書の落書きの集中できること、静かでいい環境なんですよ。うもうあの学生じゃなくなった頃にね思うんですよね、あの頃が一あの時が一番集中できたのね。そうですね、あの時もうちょいデッサンの勉強しとけばなと思いますね。そう、授業中にデッサンの勉強するといいと思うわ。そうそう、先生の背中とかをしっかり描いとけばもう上手くなったんですよね。そう、周りとか暇だったらどんどんデッサンすればいいんですよね。そうなんですよ。大抵ね、漫画家さんの昔の教科書って真っ黒にこう落書きがあったりしますよね。しますね。話をじゃあまた戻しましょう、はい、またあの隣の席の話はですねこの後にさらに詳しくこう掘り下げていきたいので、うんうん、はい、またちょっと戻りまして、あの森重先生お姉さんが、はい、東村明子さん、はい、うん、東村先生も1999年にブーケデラックスニューイヤー増刊にてフルーツ小盛りでデビューされてて、先生がまあ2000年でまあ賞を取られている、やっぱりこうなんか当時って離れて暮らしてらっしゃったんですか？そうです、姉が宮崎在住の時に賞を取ってデビューして、僕はその時は全然大学生で漫画描いてなかった時ですね、まだね。影響はやっぱりあったんですか、うん、なかったんですか？影響はでも漫画をお互い描くことは結構内緒にしてたというか、まあ、離れてたのでたまたまですけど、はい、あでもこそっと書いてこそっと投稿して賞取ってたんで、いつの間にとは思いましたけど、出し抜かれたような気持ちになりました。もう本当にその通りなんですけど、あんまりそう漫画を描くにあたっての話し合いみたいなのはその、ま、ね、新人の時はなかったですね。プロになってからはまあいっぱい話しましたけど、ただその影響があるとしたら、うちの姉がやっぱり少女漫画いっぱい持ってたので、はいはい、僕は少女漫画いっぱい読んで過ごして、うん、姉も姉で少年漫画をね、うん、いっぱい僕の持つ牛と虎をいっぱい姉は読んでますから、そのお互い少年漫画少女漫画読んでて、うん、僕はその少女漫画からたくさん影響を受けたような、うん、だから女の人のこうセリフとか一人称でね、女の人がずっと何かを観察するみたいな感じは結構サラサラ書けるんです、ね、ああ、じゃあ本当に隣の関君はまさにそうですね、そうですもんね、普通の女の子みたいなのはいっぱい書けますね。いや本当でも少女漫画の影響を受けたっていう人多いよね。よくお聞きしますね、少女漫画やっぱり一番影響を受けてた、やっぱり両方を、ね、読んでる方が、うん、感情面みたいなのは少女漫画の方がしっかり書いてあるんでね、女性の心理もね、そこから学べるとこもありますしね。そうなんですよ、分かんないですよね、女性の心理。なんか影響を受けた漫画とかっていうのは、影響を受けた漫画は、はい、たくさんいます。今特にこう新刊が出るとこう走って本屋さんに買いに行くの、海町ダイアリー、はいはいはい、吉田明美先生、傑作ですよね。今も6巻かな。すごい、はい、昔からこうずっとトップを走り続けている、うん、バナナフィッシュを書いてらっしゃったんですね、はい、先生の漫画とかはやっぱりこう少女漫画家なのにこう男主役のこうかっこいい漫画を描いたりするんですね、うん、少女漫画の中でもこう少女的じゃないかっこよさの人とかはうわーっと思って読んでますね。海町ダイアリーはもう家族の話をねうまく描いてますよね、鎌倉を舞台にした話でね、鎌倉の実際の場所とかも出てきて、こういうところもすごくいいんですよね。昔から面白いですね、ずっと変わらず。逆になんか今若手のこの漫画悔しいけど面白いから買いに走っちゃうなみたいなの、あったりしますか？あの先輩なんのかわかんない、多分先輩の女性漫画家さんですけど、はい、
川内遥先生という方がいて、はい、関根くんの恋という漫画が有名なんですね。あれは、まあ、最近最終巻が出たんですけど、もう走って買いに行ってましたね、走ってたんですね。面白い、川内先生の漫画面白いです。あと失恋ショコラティエの、はいはい、うん、とかも他の先生ですけど、僕も大好きです。あれはあの方の書く男もまた、そうそう、あれはね、男の描写がうまいんですよね。女性の書く男がかっこいいともう買っちゃいますね。あ、へえ。あれを森谷苦手でしょ。私苦手なんですよ。そうなんです。あれなんか出演ショコラティエは本当男性の方が人気が実はあったりしますよね、うん、あれはね、恋愛で悩む男を、うん、まさにっていうかね、まあ、悩んでるとこ見たい。そう、かっこつけてる男も裏側はああだよっていうもんだから。だしね、女性があれを、ね、描いてるっていうことが本当すごいなっていう。しっかり分析をされてるんだけど、え、先生あれですか、アシスタント経験とかあるんですか。うん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 、僕なんか助っ人でヘルプで入るとかが多かったので、あんまりがっつりと、うん、したものはやってないですね。まあ、今日アシスタントになりましたからね。そうですね。佐々木先生の、はい、佐々木先生の、はい、まさか、まさか。今一期で最後ちょっと書いてました、はい、松本剛先生という先生がヤングマガジンのでやってらした時に毎月アシスタントに、今ストレッタというのをどこかな、スピリッツがどっかに移動してまた続くんですけど、うん、はい、まあ、そのヤングマガジンの先生のところにいっぱい書いてましたかね。あ、まあでも下手であんまりアシスタントできなかった。いやいやいや、え、大学卒業して、はい、デビューがきっかけで東京にやってきたんですか。いや、全然大学卒業して、はい、そこはちっちゃい賞までもらってて、はいはい、で東京に来てアルバイト、普通にレジ打ちのアルバイトしながら投稿作を書いてましたね。でもまあ普通でしたよ。レジ打ちだったんですね。打ってましたね。ヤングマガジンでデビューされて、2002年に別冊ヤングマガジンでジューンドライブで初連載、その後2003年にこの先ほどまた出ましたね、学園煉獄ゾンビメイトが連載、ここの時は結構こう順調な、そこまではすごい順調でしたね。はい、まあ先ほどありました、これ長い間コミックス化されなかったっていう話もお聞きしましたけど、はい、あ、そうです、はい、これは去年、うんうんうん、当時読んでた編集さんが、はい、白戦車のヤングアニマルにいらっしゃって、うんうんうん、僕当時読んでたんであれをぜひ出したいんですけどっておっしゃってくださって、え、当時別冊ヤングマガジンを読んでるってあなたどんだけマニアなんだ。別冊ヤングマガジンを読んでる人ってあんまり合わないですからね。いやいや珍しいと思って、じゃあぜひ。その人よっぽどリア充じゃなかったんですね。それ間違いないです。あの時あの雑誌を読んでる人は珍しいですよ。これね、だってね、のリア充ほどこうゾンビになっちゃうっていう、困った。10年前ね、うんうん、読者、その当時その人も大学生だったんで、うんうんうん、今立派にこう編集さんになって出してくださったっていうね。待ってればなんかあるもんだなと思いました。すごいですね、人の縁っていう。読者はね、編集さんになってくれるなっていう、うまい話があるもんだと思って。これでもね、終盤の方が面白くなっていく話だからね、結構単行本で読んだ方が面白いタイプかもしれないんで、その辺もその編集さんは考えたのかもしれないですね。一つにまとめて読んでもらったり、うん、正直言うと一番目読んだ時、えって感じだったんで、この主人公でいいのっていう感じの主人公ですよね。そ、怒られましたよ、ね、編集さんに、ね、主人公が悪いってことはね。そこも含めてちょっと読んでもらうと。読んでみてください、うん、はい、上下巻出てます、はい、うん、そして2005年に第56回小学館新人コミック大賞少年部門笠子さん、またなんでこう講談社から小学館って言ったのは、先ほどのあったこの編集さんがどうすればいいのかわからな い、 いな、悲しい話ですよ。聞きますか。はい、ぜひ。そういう話を、ヤングマガジン編集部にいっぱいそのネームを出してたんですけど、それはもう毎月毎月わしゃ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 出したんですけど、やっぱりその通らなくて、編集さんはいいって言っても編集部でこう多数決みたいなになるとやっぱ落ちるんですね。その時にある他の編集さんが
こう言ってたよっていうのを教えてもらったのは、なんかサンデーっぽいねって言われて、サンデーっぽいねって言われたよっつったら、じゃあサンデー出すよって言って、早くサンデーに送ったら賞を取ったんで、本当にサンデーっぽかったんだって思いましたよね。そういうのって意外と編集さんの言うことは正しかった。僕もジャンプに出してて、あ、これアフタヌーンだったらいけるよって言われたんで、真に受けて持ってってアフタヌーンに書くことになったんですよ。あれはアフタヌーンっぽかったですね。あ、だから意外にね、編集者も出ていけって言ってるだけで、そういうわけでもないな、うん、完全に恨んでるわけではないです、はい、そういう編集部の中での意見が的を置いてたりもするので、うん、落とされた理由はちゃんとやっぱりあって、うん、予想で何かこう使えることだったりするんですよね、うん、びっくりしましたね、はい、単に出ていけって言われる場合に、はい、そういう方便で言われる場合もなくもないけど、出ていけとはっきり言うことはないです、うんうんうん、ね、もっといいものを書けば受け入れてくれるし、はい、そうですね、ただ難しいねという話はやっぱりされますね、うんうん、同じ調子で書き続けるのは難しいと、うん、だから変わったものを書くきっかけをもらったので、その編集部はそんなにはなんかもう大嫌いだとは思わないです、うんうん、ありがたいなと思う。じゃあなんかこう結構、じゃあもう出すよいいよみたいな感じで出したらうっかり通ってしまったっていうので、新人コミック大賞少年部門に通ったっていう。そうです、新人。でもまあ出す以上は絶対賞取ってやるとは思いますけどね、うん、こうやっぱ見かけによらず、やっぱ熱いですよ。こう今のも言葉にこうちょっと言霊がこう持ってる感じ。競争するときはやっぱり頑張らなきゃとは思いますね。っていうか年下に負けるのは嫌ですよね。新人の僕よりもね、何歳もした。その時の、うん、でもこれはと同じあの副大賞みたいなのをいただいた人が、うんうん、今信長協奏曲を書いてらっしゃる、はい、女性さんで、僕よりはやっぱりもう7歳ぐらい年下の若い女の人だったんですよ、ね、うん、授賞式あった時に。まあ、やばい、そんな年下に負けたかないよとは思いました。まさーって言ってもやばい負けそうみたいな感じがして、おーと思って、あの人すげえと思って、年齢関係ないんだなと思って。まあ関係はないですね。しゅうみさんすごい才能の方ですね。でもあれですね、賞を取った小学館では書かないで、うん、いきなり2006年に週刊少年チャンピオンで、うん、そうですね、その時から少年誌向けの漫画を描き始めて、はい、でサンデーにも一時期持って行ってたんですけど、うん、やっぱりその少年誌のアイディアをチャンピオンの編集さんと知り合った時に、少年誌用に作ってたのを持って行ったのが愛星もどきだったんで、少年誌っていう風にこうちょっと切り替えて書いたんですね。その時チャンピオンに持っていけたので、すごくこう好印象だったので、サンデーもまあ難しい、まあ無理ですよサンデーも。サンデーはまず無理ですよね。やっぱサンデー読者だったんですけど。ああ、なるほどなるほど。結城まさみ先生とかの影響をすごく僕は受けてて、はいはい、究極超人 R っていう漫画が大好きで、その中であの写真部の人たちが、うん、あのノックを千本ノックとかをずっとして野球とか遊んでるんですね、うん、そういう無駄なことに頑張るっていうアイディアを隣の関君でやってるので、うん、なるほど。だからそのサンデーリズムをこう持ってきて隣の関君に入れたようなところがあって、なるほど、サンデーっ子ではある、ジャンプよりはサンデー寄りなんですけど、うん、確かにそういう感じはしますね。サンデーにでも一から新人でやるっていうのはまあ無理ですよ。言っちゃなんですけど、まあ難しいです。ものすごく熱いのか、ものすごく諦めがいいのか、いや、いざ行ってみると難しいですよね。じゃあ今はサンデーの方から早く来いと、うん、いう感じですね。じゃないですか、これは。なんか満足いくもの、多分人気で勝てないので、うん、順位で負けて。なんか打ち切られたりしたら悲しいので、あんまり近づきたくないです。競争に勝てないタイプになってきてるな。いやでもね、隣の関君すごいね、部数売れてるじゃないですか。うん、このな8あの6巻目の300万部ってこ う, う,、ね、もう帯に書いてありますよね。意外なほど。はい、これもう数字でいけますよ。そうなんですかね。はい。
バイト生活とかあったじゃないですか。で、はい、いろいろ生活が狭まってくると漫画家辞めようとか思ったりしなかったんですか。うわ、あんまりなかったです。もう絶対プロになるんだって。まあお金にはならないけど、ネームを書いてゴーってやってる時はやっぱり楽しいんですよね。だから事前に続けてましたけどね。だからそれが落ちるとやっぱりすごく落ち込みますけど、また新しいの考えてこう書いてる時は楽しいので、特に あんまりそのね、やめるきっかけがなくてずるずるやってたのもありますでも続けてればっていうのもあるよ、ね、そうですよね。でもまあさっきから話聞いててもやっぱ膨大に数を書かれてるっていうのは前回来た勝崎さんと同じですね。勝崎さんはもう数書く人がやっぱ当てるんだなっていうのは、こういろんな人読んでいつもそこに行き着くなっていう、そうですね。そうなりたいね。書きます。数か、数多く積み重ねが大事だ。仕事の種類をいっぱいね、はい、やるとなんかこうハマるものが出てくるっていう風な感じを味わいました僕も。いや、最初はでも今思い返すとやっぱり21歳に22歳ぐらいの僕のイメージとしては、週刊誌でバトル漫画を描いてる予定でした。それは叶いませんでした。やっぱバトル漫画、バトル漫画考えてましたね。もうでもやろうと思わない。なんかまあ今頑張ってこうネームとかを書きもしますけど、まあ落ちることも多いですけど、まあちょっとやっぱり週刊誌とか、のそのなんでしょう、週刊誌っぽいものを書く必要はないので、はい、ちょっと変わったものを何か書けたらなと思いますね。まあ、ゾンビメイトもまあ、はい、一応こう地味ドロアクションみたいなところはあるので、はい、変わったものではありますね。アクションを入れた何か変わったものが書けたらいいですね。本当に隣のセック君と同じ絵は確かに同じ作者で匂いは残ってるけど全然違いますよね。はい、さあそしてですね、コミックフラパで始まったこの隣のセイ君が大人気となるわけなんですが、これは先方からオファーが来たんですか。いやいや、俺は全然自分で書いて、コミティアの出張ブースに持ってきましたよ。コミティア、コミティアで出てたんですか。コミティア あのフラッパーの出張編集部にネームを持ち込んだんですね。はいはい、コミティアで同時にお出してたわけではない、ね、ないです。その人のなんか手伝いというか、人にはい、はいのところを見に行ったついでにネームを出したんですけど、まあ隣のセックのネームはちょっと書いて置いといてあるんですね。寝かせてたやつなんですね。これ自信作でしたか。いや、そうではない。はい、やっぱり最初も言いましたけど、こうあくまでこう副業としてちょこちょこっと書いてお金がもらえたらいいなのと、あとすごく一個あるのは、はい、取材に行きたくなかったんです漫画の、はい、取材が嫌いで、すごくその室内で自分の頭だけで描けるものが描きたくて、はい、その隣のセック君というアイディアまで出て、はいはいはい、よしと、はい、でも取材して描く漫画も描きましたよね。取材先に気を使うからなんかこう、はい、あまりこうね、バカバカしく書けないですよね、取材をしたことによってね。はいはいはい、それがね嫌いで、取材しないで済む漫画をとにかく書きたかった、はいはい、ということはこれはそういう意味で自分で終わりたかったっていうのがあるんですか。そうですね、取材、そうですね、まあ霧のいいとこまでやっていい経験だったなと思って、はい、まあ、はいはい、行って取材してる時は楽しいんですよ、うんうん、でも取材したものを書く時にすごく気を使うので、はい、実在のお店ですもんね。そう、悪く書けないし、茶化しても怒られるかもしれない。実在とかって気を使うので、はい、実在の漫画家もいっぱい出てますもんね。そうですね、まあ、友達とかだと全然簡単に書けるんですけど、はいはい、まあそういう難しさと戦うのがめんどくさいというのはあります。いや、でもこれもすごく面白い漫画だったよね。ちょっと私いっぱい聞きたいことを聞いていいですか。隣の関君に戻ってますか。聞いていいですか、いろいろ。どうしよう、いっぱいあるよ、どうする、ボリア。何聞かなきゃ。上から順番に。まず絵柄が、
隣の関くんとゾンビメイトとかだと違うんですけど、うん、なんか心境の変化みたいなものがあったんですか？多分ゾンビメイトだいぶ前ですけど、うん、途中からやっぱり少年誌向けの漫画にしていこうとして、うん、あんまりこう、うん、生々しいガサガサした絵にしないようにして、うん、まあシンプルで分かりやすい絵をちょうど映ってた時ですね。まあでも正常進化って感じもしますよね、はい、根本はそんなに変わってない、はい、なんかね、狙ってるものはずっと同じなのかなって感じはしますけど、ちょっとバカバカしさとか、うん、真剣にバカバカしいみたいなのは、うん、やっぱりこういつもやりたいですけどね、うん、あとこうこれは隣の関君描く時の理由として、はい、短いページ数で描けって編集さんに、うん、はい、てくださった人がいて、はいはい、アイディアを考えるのが君は得意だから、うん、短く10ページぐらいで、うん、長いの書いても人気にならないということを言われて、短くっていうと短く書くとやっぱり10ページぐらいでそんなに書き込んだ絵はちょっと変じゃないですか、ね、はいはい、なのでさらっとこう読める絵にして書いたのもあります、ね、それはフラッパーの編集さんですか？いや、もちろん、まあ、予想の集英社の方はですね、ジャンプスクエアにちょっともう1回だけ載った時がありました、そうか、その編集さんがやっぱりこう短い方がいいんじゃないかな君はっておっしゃってくださって、そんなもんかなと思って書いたというのは、そこから短いのはいかに簡単に書けるかっていうか、もう自分に向いてるかみたいなのを自分では、ね、見つけられないかったですね、自分のことは自分で分かんないですもんね。そうですね、それでまあ絵もやっぱりそんなにゴテゴテする必要がなくなったというのはありますね、うんうん、まあでも細かいとこすごい書き込んでますけどね必要な情報として言ってます、最初これ連載ではなく読み切りシリーズの形での掲載、はい、僕もそんなに長く書くと思ってなかったんで、まあやっぱり書いて何ヶ月か収入があればいいやと思ってた、うん、先ほどおっしゃってた一冊がっていう話ですよね、はい、うん、それがどんどん続いてね、アニメにまでなって、うん、そうです ね、 ね、女ね、地味なのがね、うん、いや、どんな気分でした？不思議でしたね、うん、これはやっぱり連載になったのはやっぱこう読者さんからの反響がすごく、あ、それはすごくたくさんマネタもいただきましたし、うんうん、たくさん書いて載ることはあっても、こんなに反響があるの初めてっていうぐらいこうやっぱり人気とかでいただいたので、うん、まあ、こんなにハマるとこんなに反応があるのかと思いましたね、うん、え、読み切りから連載にするときって形変えたりパターン崩そうとかってそういう感じは特になかったです。もうそのまんま、はい、うん、これでもネタ切れを起こしませんか？そうだよね、うん、すごい毎度毎度ネタが、その修学旅行の話でやっとこう、うん、2話分みたいな感じですけど、それ以外基本的に読み切りじゃないですか。できればなんかネタもらえたらもらえたら、うん、いつでもこう募集してる感じなんですね。皆さんの思い出を、机の上でどんなことサボった？机の上でどんなことサボった？授業中ですよね。授業中、私授業中はちゃんとやってたけど、学校に飽きてたからあんまり行かなかった。学校に飽きてた、なんか面白くないじゃないですか、みんなと同じことするの。だから学校サボって何してた？海行ったり。海で何するの？ぼーっとしたらコンビニで唐揚げくんとか買って。日本の松原だよ。そうですね、やってましたけど。森山そしてサボってだっていう、あのこう自分だけいい子ちゃんにね、またなろうとしてね。いや、あのでも落書きとかはしましたけど、うん、あとあれかな、じゃシャーペン直すのすごい好きで、うん、シャーペンを直すの、シャーペンを直す、なんかよくシャーペンって芯が出てこなくなったり、カチカチが動かなくなったりしてじゃないですか。分解してね、こんな並べてね、あれをこう友達がなんかそうなった場合にもらって分解して直すっていうのはよくやってましたけど。いや、俺いろいろやったよ。机にね、穴開けてね、はい、あの消しゴム丸めてボール作ってね、でシャーペンのね、こういうとこ使ってね、こうパチパチンとかやってこうね、のゴルフしてね。あ、ね、ゴルフするんですか？机にね、穴開けるからね。するんですか？怒られるんだよ。そりゃそうですよね。よくありますもん、穴開けてなんかこう、手数紙ビリ破れるやつ、ね。彫刻刀っていうのはね、ね、学校ですごく役に立ってね、使ってましたね。穴開けたりね、鉛筆とかにね、こう彫り物したりとか。うん、すご
ね、あと、まあ、カッターナイフ的なものとかでもね、よくなんかいろいろ刻み入れてみたりとかね。え、それ先生にバレないんですか？時々バレるけど、まあなんか殴られるのが普通だったんで、そう昔はね、先生がね、バカバカ殴ったんで、おかげでバカになったんだよ。本当は、本当は賢かったんだよね。頭の形がボコボコでした。殴られた次の日も同じとこ殴られる。そこがどんどんいびつになって、そこだけ原骨で殴るからね。すごい。え、森重先生何してたんですか？やっぱりいろんなそのシャーペン分解して、うん、はい、その先っちょがこうやっぱこう開くじゃないですか、うん、開きますよね。あれをマジックハンドにして物が取れないから、消しゴムの玉を作ってこう取る、持ち上げるみたいなのをやってました。これはすごいぞと思う。これが遊びだっていう感じで、役作家すげえ。まあ、その分解した上でね、新しい形にこう組み直してとか、そう、はしてました。いや、しなかったな。そんな発想がなかったよ。ないですよね。今でもやりますけどね。マジか。まあ、あの仕事場のと横にね、練り消しがあるとずっといじって遊んじゃいます、うん、そうですね。これは良くないですね。すごい。はあ、いやいや、これなんか、ね、あの視聴者の方もこれやってたっていうのあった方、ね、すでにコメント、はい、ネタプレゼントしてあげてください。先生がおっと思ったら使ってくださる、うん、そうかもしれないよ。そうですよ。でもこれでアニメ化にもなって、はい、アニメ化からこうまた頭の中でこう動いた世界みたいなものがネタとして入ったりとかいうことはなかったですか？そうです。あの僕あの首のなんだっけ、あの首に巻いてるやつがこうくるくる回って飛ぶっていう、あれすごいおかしかったですけど、六感のあれはそうですね。あれは声優の花澤香菜さんが授業中にこう、はい、落書きを普通の人はするんだけど、はいはい、聞くとは自分のオリジナルキャラを歴史の偉人とコラボさせてた、はい、すごい思い出を聞いて、はい、わ、この人やばいと思って自尊心が強いなと思って、すごい。でもそれはやっぱ魅力的なことで、その落書きっていうネタはいつかやりたかったんですけど、はい、落書きってみんな面白いから、はい、インターネットをパッと落書きで検索したらすごい面白い落書きいっぱいあるんですよ。だからちょっと勝てないなと思ってたんですけど、そのね、花澤香菜さんのネタをもらった時に、はい、いけると思って、落書きネタに手を出せると思って。なるほど。あれ本当助かりましたね。あれめっちゃ面白かったですよ。え、アニメのアニメ化に関して結構なんですか、積極的に参加されたんですか？そうですね、あの、絵コンテを見せてもらった時に、うんうん、あの時間が余ってネタが足りない時は、あ、じゃあネタ足しますって言って、ネタ出しはしてましたね。貴重な、はい、あ、関君ってもともと全然喋らないじゃないですか。あれ、それを息の演技みたいなのを入れてるわけですけど、ああいうのもなんか演技指導的なこともあったんですね。演技指導はなんか一応ちょっと話したり、下野ヒロさんが言ってくださったんですけど、まあお任せだったんですけど、いろいろあんまり気にしないでこう自由にやってくださいっていうことを言われて、もう完全に下野さん任せで苦しんでましたね。誰もそのね、セリフにこういうふうにっていうのは書いてないので、点点点しか書いてない台本を渡されて、全アドリブでずっとマイクの前に立ったり出たりして、一話目大変だったろうなって思いました。かわいそうにと思って、でも誰も助けられないんですよ。いや、そこは作者があって、なんか正解がわからない。どうですか、先生にこうここの点点点はこういう点点点で大丈夫でしたかみたいな、そういう相談とかはなかったんですか？相談されてもちょっとわかんないですねって言って先生も、ほんで、あの試写会みたいなので完成した時に、はい、下野さんやっぱりその実際の放送のよりもやっぱり10倍ぐらい入れてるんです、はい、その中から取捨選択して関君の声ができてるんですよ。で、一緒に試写会見た時に2人で結構ちゃんとできてましたねって、あれなんかベストの感じになってましたね、みたいな、2人で答え合わせみたいな。なるほど。もうよく分からなかったです。やっぱりあれはできたものは良かった。悪戦苦闘の結果だったんですね。まあ、もう任せでしたね。声優さんの仕事は大変だなと思いましたね。で、アニメ化の後ってどんな反響がありました？そうです、あのその頃からなんですけど、子供
小学生の読者が急激に増えましたね、うん、すごい。これ子供のこれ大丈夫なんか言えないじゃないですか。酔っ払えやしないとかね、 PTA にね。そうですよ、これやりますよ、叩かれやすい、なんかひっそりあるといいんですけど、ね、うん、でもこう昔から PTA に叩かれてこそ本物って言いますからねでもね、そんなつもりじゃないですよ。覚悟があってうわってやってなんぼのもんじゃないと思って出してる方もいますけど、そんな覚悟がなくて、僕やっぱり書くときは大人が学生時代を懐かしむ漫画と思って、僕と編集さんはそのつもりで書いたら、リアルタイムの学生さんが中高生もいっぱい読んでくれるようになって、やばいと思って、その本当に不真面目なことにつながると、うちの子が真似してますって、本当にその先生に聞かれた時に出さないでほしいですよね、この漫画を読んだからですっていうのは。いや絶対くれぐれも出さないです、ね、言っちゃいますよね、だってやってたよって、だからいいじゃんって。 まずいんですよね。そんなにこう真似できるレベルのものではないですね。真似しようとして諦めてくれるとありがたい、できないんだあれはっていうのをちょっとこう自分でね、先生怒られて身に染みて、ダメなんだ、先生にバレるんだよっていう、うん、いやでも俺これ子供の頃読んでたらきっとチャレンジしたと思う、いろんなこと。僕もですね、子供の時にやりたかったことをやっぱりやってるので、漫画の中で。これ今後どんな展開になっていくのかというのは、もうこのままこういった感じのこう、そうですね、今だいたい80話ぐらい書いてる80パターンぐらい書いてる、まあ、100話まではさっと走り抜けたいところですけど、まあ、ちょっとネタはどうのっていうよりも落ちのつけ方が難しくなってきてて、前と同じ落ちをこう書きたくないというのは、なるほど、編集さんにこう出した時にこのうち前ありませんでしたかって言われるんですけど、ないんですよ。でもないのに似た感じが、あれとあれを足したものに似てるみたいなこと言われると、いやないんです、編集さんの錯覚なんですって言っても、似てる気がするので、やっぱりこれは やめてやり直してくださいみたいなことがちょっと増えてきて、ちょっと時間がかかるようにはなってきてますね。亀有りなんて大体3パターンか4パターンぐらいしかないと思いますけど、今やっぱ参考に読んでしまうでもやっぱりちょっと書いてあるんですよ、あの大原部長がこう銃を持って殴り込む時の髪型とかが違ったりして、ここが違うんだなと思いながら、どうしても大原部長がパッりょうちゃんどうだっつって入ってきた時笑ってしまうようにできてるって、あーもうやっぱり細かく分析してる、先生と思って、でもあのパターンは関くんではできないですもんね。そうね、そういう3つ目パターンを作り損ねたというのが、はい、うわーなるほどなるほど、あそうだ、1個パターンを確立させておけば、最終的にそれも全部つなげても大丈夫っていう、いつかネタ切れが来るのを、はい、まあちょっと強々として言えながら毎月頑張って、はい、隣の関君以降こう連載が立て続けに、はい、始まっておりますが、姉さんはこう、そこにこれがこの方の影があるというふうに、いやー私本当大ファンで大好きなお姉さらっとですけど、いやいやいやありがたいですやっぱり女の人に、はい、うちの姉、やっぱり女性の作家さんに会うと、まあ、大概読んでるので、うちの姉、いやーもう本当に大好きですが、まあ、もはい、ジャンプ、はい、連載されました、いなりご飯、いなりご飯ですね、紹介文がちょっとなんかすごい、はい、ひどいというか、昔から姉はいつも僕に指図する、はい、漫画家になった今今度は漫画の企画内容そして取材に行く店まで全て指定してきやがった姉の名は東村あき子、漫画界最強の姉を持ってしまった弟森重拓磨が送るいなりグルメエッセイ、はい、というすごいストーリー、これが最近あったんですけど、まあ3年ぐらいやってたのかな、2年以上やってましたね。どういう経緯でこれ連載始まったんですか。これはね、大体1番目に書いてるんですけど、ジャンプ界の編集さんが隣の関君読んでくださって、お声掛けしてもらった時に、うちの姉と仲良しの編集さんで仕事をしてた、でなんかこう、あ、じゃあ弟がやるんだったらグルメものにしなよみたいな、これ指示が出た
で、でもこれお姉さんってこんなに出る予定だったんですか？いや、それはなかったですね。やっぱお店を選ぶだけだったんですけど、やっぱりこううちの姉もこう、うん、時間の許す限り来てくれて、お店のこう解説をしながらやってくれて、まあ行くと美味しいし面白いんで、東村さん先生はこうお姉さんとしてどういった方ですか？その姉は、何でもできますね。そうなんだ。あと趣味も多いですし、僕は全然趣味がなくて、こんなの書いてるけど趣味なくて、そうなんですか？はい、あんまないです。浅くこういろんなもの知ってたりはしますけど、姉はもういろんなことも詳しいし、行動力もあるし、旅行もワンバン行くし、勉強するときはもうバーっていろんなことに詳しくなる。急に登山に詳しくなったりとか、みたいな、そんないろんなことに興味があって、いろんなことに詳しくて、料理もできるし食べ物も上手だし、もうそういうなんかこうやっぱり万能感の強い、しっかりした能力の高い、記憶力もすごいし、人ですね。だからなんかこう分かんないことがあったら、こう姉に聞けば何でも教えてくれる。同じ才能でも受け継いでるんじゃないんですか？そう、まあ姉がそんなだったから僕はダラッと言ってたことがありますね。反動はあったんですね。そうですね、まあなんかあれは聞けばいいしと思って、ダラッとしてのんびり屋に育ってしまった感じですね。仲いいんですね、じゃあ。そうですね。素晴らしい。でもやっぱお姉さんとか兄とかいると、なんかもう何でもできるんだっていうような感じになりますよね。そうですね。私も姉と兄がいるんですけど、はい。やっぱり頼れる感じが、そうなんですよね、何かあったら人に頼ればいいと思ってます。いや、そんなもんですよ、末っ子というか。そんな感じですね。誰かが助けてくれるんで。なるほど、この辺で末っ子同士がつながったわけですね。今自分一人で何とかしなきゃみたいなのがちょっとない。そうですね、困った感じを出せばきっと誰か助けてくれるんだなっていう。兄弟いるけど上と下がいるんで、全然そんななんか頼るっていう気持ち全くないですね。さっきさらっとこう東村先生が料理好きっていうふうにおっしゃられたんですけど、おいしげ先生は僕は普通ですね。男の一人暮らし普通程度にはするっていうだけですね。好きですけど、料理するのは好きなんですね。するのは好きです、でもあんまり詳しくも凝ったものも作らないです。東村先生と奥様のご飯はどちらが美味しいですね。それどっちでも角が立ちそうなの。すごい。うまいのはうちの姉の方がうまいですけど、姉もまたこう凝ったものよりも、美味しい鍋とかをズババッと、大人数向けにズババッと美味しい鍋を作ったりして、美味しい鍋だみたいな。やっぱ基本エンターテイナーですね。奥様はうちはまあそんなにもともとうまくなかったんですけど、まあだんだんとこう普通にいろんなものが作れるようになってって、普通のを作って普通に美味しいじゃん。毎日食べたいものと違いますね。うちの姉のやっぱりうまさはこうパーティー料理的なものをズバッと出して、うわって盛り上げる。大人数で食べて盛り上がるっていう感じの。すごいこうホスト。お店のこう幹事をやると、うちの姉が誰よりすごい。なるほど。そう、幹事としての料理プロデュース能力の方が高いんじゃないですか。奥さんとはどうやって出会ったんですか？奥さんはあんま漫画関係ない方なので。あ、そうなんですね。あらららら、一般女性方ですか。あれじゃないですか、漫画空間の高円寺店の深谷店長、深谷明店長、お姉さんが漫画家で、現在連載中の姉ぐるみも、お姉さんと弟と。あ、姉ぐるみ終わってますもん。あ、そうなんですね。そうですよ、姉。これはなんかその時の編集さんといろいろ漫画をやった時に、お姉さんが強い
人みたいな、うんうんうん、編集さんもそうだったらしくて、うんうん、人前編集さんもやっぱり姉に人前で説教されるって話をしてて、うん、あーみたいな、うん、姉ネタやりましょうよって言って、うん、弟から見た姉みたいなネタはいっぺんやりましたね。え、お姉さんに対してコンプレックスとかってあるんですか？なんかコンプレックスってこうもうちょっとこう競争が成立してたらこうコンプレックスになるかもしれないですけど、 あんだけ何でもできる人に対してもちょっとコンプレックスはないですよね。そうか、目上の中途半端に競ってない。そうそう、競るレベルではないです。というか向こうは、ね、やっぱ子供の時から僕の一通りの記憶が全部あるので、なんかこうもう競争とかはない。まあまあ漫画読んでもベクトル違うなって感じがしますね。姉の漫画で恐縮ですけど、カクカクシカジカという漫画が、実際の青春時代の高校時代とか大学時代のことを書いてるんですけど、やっぱりその当時の人をしっかり見てそれを漫画にするしてある漫画で、うん、姉が記憶力でこういろんな人をしっかり捉えて、うん、深く一人一人を知った上で描いてるような、うん、すごい面白いんですけど、そうやってこう人を一人一人こうしっかり捉えて生きてきてるので、結局人間描くのがね一番面白い。そういう能力もまた漫画家として凄まじい感じですね。すごい。コメントで、でも仲良さそうで何よりですね。僕はなんかそういう他の人を描かずに机の上とかをちまちま描いてるような感じで、やっぱりそんなに描いてない、あんな風にはやっぱりこう他人を面白く描くっていうのはなかなかできないですね。それではですね、いろいろお話を伺ってきたところでですね、はい、視聴者さんからの質問コーナーに行きたいなと思っております。はい、アネム、はい、はい、アネックスのネームですね、アネム、はい、男子校だったから隣の席は男だったよさんからですね、はい、ありがとうございます。森重先生、MC の皆さん、こんにちは。こんにちは。はい、隣の席くん、アニメを見てハマってしまい、コミックスも全巻揃えています、うん、もちろん4月23日に発売された6巻も買い、Kindle 版も買いました、うん、ところで森重先生は今までやった関くんの内職の中でどれが一番やったら面白いだろうと思いますか？そしてこの内職って実は森重先生の実話なんじゃないでしょうかってお話です。はい、来たらすげえな。何でしょう、何を何を、何、意外と最初の方に答えが、最初の方、最初ですか？あ、あ、あ、机を磨くのは、あー、あー、思いますね。やっぱ磨くの好きですか？そうですね、大学生ぐらいからやっぱこういうね、ヤスリとかをちゃんとこう使いこなす、ヤスリの番号によって削るレベルが変わるから、はいはいはい、最初粗いのだんだん細いのを使うみたいな知識がこの頃にあれば、あのちゃんと掘った後穴を埋めれたんですよね。そういうそこまで責任を持つべきだったんだなと思って、男としてね、自分のここは男なんですよ、男の子としてやっぱり掘った後埋めてまた他を掘るみたいな、そういうことをするべきだったなって反省はしますね。修理をしたかったですね、やっぱりね。いやでもなんか磨くの好きっていうのはなんかすごく僕も気持ち分かりますね。楽しいですよね。子供の頃だったらやっぱ団子を磨くっていうのがありましたけど、あ、その団子もやりたいです、ね、ピカピカになるまでみんななぜか磨くんですよね。こすってるとあれがねピカピカになるんだよ、泥団子が。泥団子の技術をもう一回持ってこうね、学生時代やりたいですよね。技術を持って学生時代やりたい。技術が欲しかったんですよ。ここなんか、キサキさん、なんかこう、面白いと思った内職ありましたか？内職、はい、内職ね、急に振らないでよって。いや、どれもね、なんかやったとは言わないけど、なんか近いことはいろいろやってたんでね、どうだろうね。たまにじゃ横井ちゃんがさ、勝つじゃん、ちょっとだけなんか。はいはい、優位、まあ、に立つとか、ね、あれがすごいなんか楽しい。あの授業参観のやつすごい好きですよ。お母さんと結託したやつが、あれは喜ばれました。あれすごく だんだんその攻撃スキルも上がっていくって、輪ゴムって、ね、それまでは消しゴムをこうやるだけだったんですけど、輪ゴムってもっとこうバンって打てるわ。そうですよね、勢いも強い。輪ゴムは好きだったな。だから家でこうずっと練習してるんですね、横井さん。
してるんですね、ちゃんと家で。そういう、それを書いてないけど、やっぱり、だんだん上達してるのは、やっぱり練習した上で、はい、かわいいですね。なんかそういうブロック的なものとか、そういう、なんかいろんなの、そういうの好きだったんで、洗濯バサミとかつなげてブロックにしたりとかね、ロボット作ってました、ね、そういうの好きだったな、それでいかに稼働させるかとかね、そういうことはすごい、学校ではさすがにやらなかったけど、うんうん、そういうことは実際やってたね、うちにある洗濯バサミ全部集めてました、それでね、ロボットみたいなのに作ってみたりとかね、私何あの机の中で電車走らせてるやつ好きなんですよ、うん、穴がちゃんとね机に開いててね、あれでもちょっとバレないよな確かに、ね、バレないものもたまにできるんで、あこれは実践的だなっていう、ま、真似してほしくはないけどこれはかなり実践的だっていうのは時々出ます。あの机に穴開けることがまず無理なんでいいですけど覗いてましたけどあれを、さあさあさあもう一個行きましょうか、はいはい、さあアネーム科学になりたい復活希望さんからですね、はい、ありがとうございます森重先生、はい、皆さんこんばんは、こんばんは、毎回漫画アネクスを楽しみに拝見させていただいております。さて森重先生、隣の関君の妖怪ルミちゃんは素晴らしい画力の持ち主ですが、森重先生の隣には右隣ですね、ルミさん、ルミちゃんに負けない画力の持ち主がいます。正直画伯です。ちょっと何言ってるの、ということで MC の2人に何かお題を出して2人の画力対決をお願いしたいと思います、そういうあのですね、え何実はあの、はい、あったんです、そういう会があった、そうなんです、会がありまして、あのコーナーがあったんですよ、はい、先生にお題出していただいて、こう何かを私たちが描くっていうものがあったんですけども、はい、それを今回やってくれという、森重先生じゃあお題をいただくわけですね、はい、お題お題ね、はい、ありがとうございます、いや、鈴木さんの絵とはねもうものすごいからね、ですよ、やめてハードル上げる、逆になんか逆のハードル上がってますけどそう、先生のお題が緊張するね。そうですね。こういうあの絵の対決ってたまにこうありますけど、うんはい、あんまりこうなんでしょうね、記憶力を試すものじゃない方がいいと、うんうん、あ、はい、そういうことです、ね、まあのね、わかりますよね、あの例えばそのね、ふなっしーかけていって、ふなっしー覚えてることと、うんうん、かけることは違う、うん、違う、漫画家のって親戚のとこ行って親戚の女の子にプリキュア描いてって言われたら、それは衣装を覚えてないから描けないの、うまいことと記憶力がいいことは違う、変身前なら描けるけどっていうことは、だからそういう意味で記憶力じゃない自分の馴染みのあるものを描いてもらった方がいいと思う、すごい、関君の子供の遊びみたいなものに踏まえてお題を出させていただきます、はい、お願いします、なんだなんだ、子供の時に自分が遊んでた人形、はい、人形、例えばリカちゃん人形だったり、はあ、リカちゃん人形で遊んでた、はい、その時の自分が着てた衣装とか、すごく自分が一番こう馴染みのある子供の時のおもちゃ、おもちゃ、おもちゃですね、はい、おもちゃ、まあ人形、まあ人形とかの方がいいですかね、泉ちゃんだじゃん、泉ちゃん、誰ですか泉ちゃん、泉ちゃん、新しいの、え、リカちゃんの友達の、友達、そう、だこういうのは僕らがね元のものをそんなに知らないので、うんうんうん、だから似てる似てないの判断ではないと思う、うん、なるほどなるほど、うん、ちゃんとこう自分の中身からこう描けるやつだと思いますね、うん、こう心の中の心象風景としての、はい、そうですそうです、なんか魂のようなものがイメージをちゃんとこう形にするのが絵のうまいことですから、ね、見て描くってことはまた違いますからね、うん、いやーこれ、逆にこれでダメだったらもうどうしようもないと思いますそれは下手な可能性がありますけど、いやじゃあ今日姉さんあれですよきっと、うん、姉さんは絵が下手なわけじゃなかったんだって、うん、そう、今日証明するかもしれない、自分のこうイメージを出す、やば、うん、美術的なセンスはあるって証明できると思いますね、これ今日証明する時ですね、そんなにこういろいろ資料を集めないで描こうですか、僕はねあの描く方ですね、ああなるべく自分で済めば描きますね、あとロボットを描くときは、あんまりそのしっかりロボットというよりも子どもの時に SD ガンダムをいっぱい描いてたので、はいはいはい、そういうおもちゃのガンダムみたいなのは結構さささっと描いてしまいます、うん、
やっぱでもロボットは好きだったですね、うん、おもちゃですね。リアルなロボットはあんまり描けないです。機械描くの苦手なんですけど、うん、それがおもちゃとなると意外と描けたりしますね。はあ。おもちゃだと描けるっていうのはやっぱこうそうしておもちゃとして見てたからですかね。そうですね。高校図とか全然違ってきますもんね。でかいでかいでかいのと完全に想像してパースつけてみたいな。そうなんですよね。おもちゃにパースとか考えてないですけどね。さあいや笑わせてくれると言えますよって僕全然書けないのは、はい、スポーツに関するものはあんまり書けないです。スポーツ見ないスポーツは知らないと難しいですね。はい、そうなんですよ。読者そこら辺すごくよく見抜いてて野球のグローブとかね書けないんですよね。こう投げ方だのね、そういうの知らないで書くと結構、はい、バレちゃいますよね、はいはい、ボクシングウォーターなんで、はい、殴るシーンはちゃんと描けるんだけど、蹴るシーンを描くと、あそれ嘘くさいって、あっさり読者にやっぱ見抜かれるんですよね。あれは普段からね。なんかもうちょっと大きく描けよかったな。はい、姉さんね、描くの早いんですよ。はい、じゃあ。行けました。これアンケート取るんだよね、どっちが。アンケート取るらしいです。結構真面目な勝負なんですね。はい結果が出るんですね。そうなんです、はい、先生が選ぶとかじゃないと姉さんから行きますか。姉さんから行くんですか。私は、リッカーじゃあ、モニアさんから行く。落ちから見せちゃいけないよ。落ち担当。私が一番遊んでた人形はこれは、じゃーん。おー、何それ。これ、レゴ。レゴの人形が一番遊んでました。もっともっと結構これちゃんと結構忠実な気する。えでもレゴのパースとかちゃんと取れてないなんで毎回パースを気にするの。先生どうですか。すごくうまい。やったでもやった。もう完璧に伝わるんじゃないですか。やったやった、うん、伝わんない。先生が寄せてくださる。いやだから一目でレゴのキャラやったやった。わかるし、ブロックめっちゃブロック走りがけですけど、そうだ、かなりやった。おもちゃ感があります。やったー。パースとかに頼らないで、はい、イメージを描いてるっていうのは正しい。終わったー。パースはおかしいぞ。素晴らしい。嘘だよ。やったー。嬉しい。俺も遊んでたおもちゃ。ただ、はい、男の子みたいな遊びだなと思って。本当だよ。え、男の子の遊びじゃねえのとは思いましたけど。しかもこれあれです。友達の家にしかなくてレゴ。よく友達の家に行ってレゴ買って。全部抜かれてる。何に寂しい話。女の子の人形とかなかったの。いやーなーやらなかったですね。ずっとこの子ですね。ずっとこの子のあれでしたね。さあ、あのね、愛がないよね。あふれてますね。さあ私の方が溢れてる、はい、リカちゃんの友達の泉ちゃんっていう子はね、ナースなんですよ。そのナースの格好をさせたわけだよ、私は。もう面白いですね。なんでだじゃんじゃーん。パースで笑うんだ。姉さんパースとかよく言えましたよ、それ私に。いや、ちゃんとね、ソバージュなの。今で言うデジパン。ちゃんと聴診器も持って、サインも書いてる。泉ちゃん、過去やばいです。泉ちゃんがかなりなんか相撲部屋とかにそうな感じ、ね。いや、愛がすごい。どうするんですか。先生も無言ですよ。セサミストリートに出てきちゃって。それだからキャラクターみたいってことですよ。ちょっともう笑い通り越してこう先生固まってる。なんで。なんで毎回首振るんですか。まずアンケート聞きましょう。聞くんですね。どっちが良かったか。いやいやこれね。いや絶対分かるね。私でしょ。いや先生。先生とりあえず見てくれる。今の感じにさらさらしていいから。先生お客にさらしてます。審議審議。やめちゃうこれね。どっちの勝ちかどっちの勝ちかですよこれ。まあまあこう画伯かどうかですから、ね。そう画伯だからね。あみんな押して後悔してるでしょ。先に画伯かどちらが本物か。うんそうですよね。どちらに魂を感じたか。いや本当だよ。魂は絶対私の方があると思うんだ。横にナースって書いてある。そうナース。なんかそうやっていつも情報入れるんですよ。情報挟んでる。はい。情報入れる。これこのピョンってなったのは調子。ほら先生わかる。ほら
た。さすが。これは後ほどツイッターで拡散しますので。あ、ありますよ。あ、ね、これでもこれこうナースなのにこう肩出ちゃってんの。ね、なんか相当なんかエロ系の。泉ちゃんちょっと色黒系あるんだ。ちょっとなんかここに血が滴りたりみたいな感じのこのね恐怖感ね。そうなんで。ジュージももうちょっと綺麗に描きましょうね。アメリカのゾンビ系の匂いがするんですよね。そうですよ。なんかゾンビナースって感じ。ゾンビ映画のナース。そうだ。愛らしいのに。どうですよ。で、でもサインはすごく可愛らしい。サイン入れたんだ。はい。じゃあ5秒前ですかね。5秒前。はい。4、3、2、1。はい、ということで締め切りやったー。私 66.7% 中途半端なあれだったね。姉さん入れてくれましたね。入れてくれちゃったありがたい、ね、やったい。この視聴者の意見を反映して先生に判定を決めてもらいましょう。先生お願いします。お願いします。画伯ですよ。はい。え、どちらどういう意味で決めるんですか。どちらに魂を感じたか。あの画伯はどちらか。あ、姉さんに入れた、ありがとう。どちらが心を動かしたか。そうですね。あ、はあ、どちらに愛を感じたか。先生に悩ませてしまってるよ、我々、うん、はい、悩んでる理由一番姉さんですから。何言ってるか分かんない。そんなに姉さんだよ。そんなことない。こっちで。やばい。先生、先生あんなに褒めてくださったじゃないですか。私もさっきからね、目が離せない。なんかこうぐいぐい前に来るんです。それがなんかよくわかんないんですけど、中毒性はあるんですよ。なんかあの一個マジでいいなと思ったのは、人形のこう服って肩が出てるじゃないですか、はいはい、ダハッと、はい、どうしても何を着せてもこうここが開くじゃないですか。そうなんです。なぜかそれが再現されてる。それで人形に服着せるとなんかエロくなる現象だけが再現されてるのがすごい不思議で、そういう生々しさを感じたので、あ、髪もねふわふわじゃないですか、人形の髪ってね、記憶がね、壊れてるわけですよ。記憶が全然美化されてないという意味ですごいこれはいい絵だと思います。でもね、マミネさんの勝利でございます。いやね、目が離せないって言われちゃったら、まあ勝てないなってなりますよね。すごい、嬉しいね。無理です。ありがとうございます。ということで、はい、ということで、はい、はい、マングさんとトークスでございました。ありがとうございました。さあさあ、意外と時間が迫ってきてますが、うん、演出飛ばしますかね、これはね、うんうん、あ、行きますか。行きます。はい、では、はい、次ですね。はい、はい、せーの、アネックス国民アンケート。はい、漫画にまつわるあらゆることを皆さんに聞いていきたいと思います。はい、ぜひちょっとお願いします。はい、そして今回のテーマは人生最大のサボりエピソードでございます。うん、なるほど。ということで、うん、してますので読ませていただきます。アネム心の傷はいつ癒えるさんからですね、うん、ありがとうございます。皆さんこんばんは。学生時代はよく授業をサボりましたが、そのくらいじゃ面白くないですよね。会社もよくサボりますが、これは有給というものがあるので別に堂々としていられます。ネタになるようなサボりといえば、もう2年前になりますが、結婚式をサボったことです。自分の震災後に絆が大切という話で、なんとなく世の中が結婚は楽しいよってムードになったじゃないですか。それに乗るような形で付き合い始めた彼女、そこそこ可愛かったし、会社の近くにあるカフェのサービススタッフで気が利くのを見て告白して、3ヶ月で結婚を申し込んだんです。結婚式はハワイであげようと決め、親戚なんかも呼んで、さあ明日は式だという前の晩、シャワーを浴びている彼女がうっかり自分のスマホをベッドのサイドテーブルに置きっぱにしたんです。怖い怖い。でそんなつもりはなかったんですが、つい見てしまって、怖い怖い、びっくりでした。俺以外に4人の男と付き合ってるのが判明。しかもそのうち2人が明日の式に出る予定。というわけで、頭に来た俺は証拠のメールとヤバい写真を自分のアドレス宛てに転送しました。その夜は一睡もできず、翌日式場まで一緒に行って、そこで何もなかったかのように式場を後にしました。うちの親戚も相手の親戚も大騒ぎでしたが、日本に帰ってから証拠の写真とメールを突きつけました。過去じゃなく現在進行形で浮気されている相手とは無理、向こうの親に事情を説明して式費用は全部向こうに出させました。結婚を考えている皆さん、あなたが今付き合っている彼女は本当に大丈夫ですかというダーク、ね、長いよ。長い。超ダーク。全然サボりじゃないし。うん、うん、ねえ、これ行かないのが真っ当でね。うん、まあ、すごいですね、こんなに重
いいんだなっていう。これをどう、ね、コメントをしろと。どうしろというのか、まあね、うんうん、そうね。じゃあ皆さんの人生の、はい、最大のサボりに聞きますか。サボり、まあ授業に限らずそういう話にしましょうか。はい。しましょうか。はい。なんかサボったことはありますか。最大のサボり。うん、サボりね。サボりね、意識しないでサボりになっちゃったっていうのはね あってね、僕はあの岡野たけし君の結婚式サボっちゃった。日にちを一日間違えてて、あで気がついたら終わってて、しょうがないからこう頭を丸めてお詫びしたけどね。許してくださいましたか。うん、岡野君そんなことしなくても優しいから許してくれる。いやもうね、最近のねヌーベイのドラマ化のことでね、すごい、うんうん、の優しい人だっていうのがニュースにまでなったけどね、うん、本当に優しい人なんでね。森重先生はありますか。僕は就職活動をサボってました。ただ漫画を一応投稿作を書いてましたけど、うん、周りに言わなかったので、お前、うん、本当にどうすんのみたいな、将来どうすんのお前っていう、うん、すごいこう言われましたね、先生とかにね、うんうん、呼び出されてね。でもなんか言いづらいなと思って、うん、自分の中ではもう決心はついてた。就職活動だけはしないぞと思ってました。そこの部分の決意だけは。その部分だけはしてましたね。まあ、あまり重すぎる内容だと、うん、我々もどうすればいいのか分からなくなるということがよく分かったんじゃないですか。信じちゃったよね。鈴木さんサボりが、はい、私幼稚園から本当サボり癖が抜けなくて、はい、うん、幼稚園で何をサボるんですか。幼稚園って飽きちゃうじゃん。いやだからさっきもありましたよね、学校飽きるっていう。なんか幼稚園、小学校、中学校、高校、大学って1ヶ月ぐらい行かないのが年に2回ぐらいは絶対あったって。それもすごいな。飽きちゃう、飽きちゃう、じゃないのか、人と同じことをできないんだよ、だから飽きちゃうんだよっていうサボり。あ、もう人と同じことができないっていうのはさっきの絵にも現れてたもんね。現れてます、よく出てますよね。主心のアーティストだよ。いやいや、え、モリアは、モリアは何だろうサボり。なんかサボらなそうだよね。サボらなそう。あ、でも専門学校一回サボったことがあるかな。恋愛サボってんだ、恋愛。あ、そうだ、恋愛サボってるわ。あ、恋愛サボってんじゃなくて、サボるまでもない感じになってる。ほら、そうやってそういう内容振るから、さっきまで盛り上がってたのに変な内容で終わるでしょ。さあ、ここでですね、はいはい、森重先生のサインプレゼントのお知らせでございます。はい、今回はですね、森重先生のコミックスにサインを入れて1名様にプレゼントいたします。プレゼントの応募方法は番組の最後で、はい、ということで、突然ですが先生、はい、一貫にサインをいただいてもよろしいでしょうか。はい、皆さんには手元カメラでお送りいたしましょう。さっきまですごい触ってたね、はい。はい、その前にこれでもちょっと見せましょうか。ね、はい、あ、そうなんです、これ後でどんどん見せようかなと思ってたんですけども、はい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 、これも書いてくださったっていうね、はい、これまたどんどん大きい画面でお見せしますね。ではこちらへ、はい、さあ、プレゼントの応募方法最後ですから、最後まで見てくださいね。見てくださいね。はい、サラサラサラっと先生が書き始めてくださいました。この前髪は横井ちゃんですね。横井ちゃんの髪が白いのはなぜですか。あ、ベタを塗りたくなかった。まあ関君との違いを。はいはい。関君はあの変なことはするけど、ルックスを普通にしたかったんですね。はい、普通の子、教室に紛れて普通の子でありたかったので、はい、黒髪の普通の感じにして、まあ、それに対してこう横井さんはちょっと色を変えて、少しこう、なんでしょうね、線のこう細い女の子というか、強そうじゃない女の子にしてたんですけど、はい、優しそうですよね。そうですね、こう優しくて叩いたり物を投げたりしない女の子というイメージで作りましたね。いや、こういう子になんか見守っててもらいたいですよね。そういう欲求はありますね。そしてさっき授業中どんなサボりしてましたみたいなので、私一個気になったのが、うん、星芋って書いてあって、あ、私もそれ思った。すごい、星芋ってなんだろう、星も作ってたのかな。素晴らしいですね。マジで。それ茨城の人が。いいネタですね、それね。星も作る。あ、ご飯系のものを作るっていう。すごい。芋をその乾燥させるんですね、窓の外で。ああ。天日干しすれば。
野菜とかは美味しくなる。干し芋ができちゃうってことなんですね。教室のあれだ、日当たりの良さを使ってる。窓際なら完璧。あのベランダありますからね、大体ね。面白いそれ。いいですね。干し芋作って食べるのかな。それいい。面白いですねそれ。僕昆虫飼育とかやってもらいたいなとか。クワガタ育てたりとか。小学校ではね、ありえますけどね。教室とかで。高校とかでやってたら恐ろしい人ですよ、ね。大クワガタとかそう育ててたらちょっと面白そうだなとか。生き物系ですかね。あとあれだよね、郵便のやつが面白かった。ああ面白かったです、あれ。受付終了しましたとね。あれはね、がつく、あの女の人にすごく喜ばれましたね。やっぱそうなんだ。手紙。そうですね。そうなんです。女の子絶対手紙回しするんで、そうなんですよ。はい、ああそういうもんなん。あれは女性人気が高い回だったので、やっぱり男の子と女の子でやってた遊びが微妙に違うので、すごくこう、ああそっか、違ってやっぱり人気がこう変わったりするんだなって。ただロボット家族は両方にいいんですよ。やっぱり女の子が人形遊びをしてたから。男の子はもちろんだけど女の子にも喜ばれて、あ こっちはオールマイティなんだっていうのは、ちゃんとネタが入ってます。うわ本当ださすが先生はこうしてちゃんとこうネタを入れるんですよね、うん、季節に合わせてネタを入れさせて、あもう温かいものが、ね、姉さんと私も実はもうあの、うん、先にサインをいただいたんですが、うん、私の関君はあやとりをしていました。タワー作ってたよね。そうですそうです。すごい鍋。鍋いいね鍋。いいですね。お腹空いてきましたね。ね鍋が食べたくなる。はい、鍋食べちょっとお姉さんの話が入ってたけど。食べよう。鍋は上手ですよね。効果ですよ。お、サインしていただいて。お、はい。お礼の言葉も入りました。入りましたね。はい。マンガネクスト入れてもらってください。はい、あと日付と。そうですね。転売できないよ。そう、転売できないよね。使う。今日11月5日です。はい。はい。うん。あのプレゼントする人のはないですね。あ、まあ、まあ、どなたのものなのか。そうなんです。X。入りました。はい。X というタイトルが入りまして。ありがとうございます。ありがとうございます。先生。はい。これも1名の方にプレゼントいたしますので、ぜひぜひ皆さん応募してください。はい。さあ、そしてですね、はい、はい、いつものように、うん、漫画テレビサポーターズクラブ会員のプレゼントを、はい、選んでいただきたいなと思っております。これはですね、漫画テレビサポーターズクラブ会員になられた方全員にお送りいたします。サポーターズクラブの入会方法、こちらも最後にお知らせいたします。さあ、堀重先生にはですね、今からトランプを1枚引いていただきたいと思います、ね、これなんでこうなってるのでこうなってるのがあるのかな、はい、近い字が出たばかりのものですね。これじゃあ、はい、こっちにやって出てないやつから、はい、やりたいね。切るね。はい、お願いします。じゃあここからですね、1枚引いていただいてよろしいでしょうか。はい、はい、いただきました。こちらでございます。はい、でしょう。ドンダウン、ミニタオル。ミニタオル、イエーイ。はい、こちらをですね、はい、森重先生のこちらのサイン色紙などを元にして、うん、オリジナルで制作いたしまして、うん、サポーターズクラブ会員の方全員にお送りいたします、うん、送りますよ。はい、ぜひぜひゲットしてください。そんな使われたもっとちゃんと色塗ってるかも。いや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 、これね、あの皆さんにお見せしようと思ってたんです。これすごくないですか。すごい、はい、サイン色紙。これね、あのモミジの色が、ね、紅葉の色がしっかり塗ってあって、すごく綺麗なんです。ちゃんと皆さんに届いてるかな。紅葉見に行きたいね。描いたものも試して、で制作いたします。うん、はい。さあ、ということですね、あっという間のお時間で、先生いつまいかもう1時間50分経ってます。うそうなんです、ね、いやいや、ありがとうございました。何か告知とかあれば、はい、ぜひ。
隣の関くんはコミックフラッパーで、ちょうど本日発売のコミックフラッパーが出て、月の頭にっていうので、こちらので大体1ヶ月にその1冊に2話分2話書いてますので、はい、よかったらこちらの連載の方、またあと角川のコミックウォーカーというウェブの方でも隣の関くん新しいやつが見れるようになってますので、はい、こちらでも見られます。1巻から6巻まで発売中です。よろしくお願いします。見てください。はい、では最後に先生、ファンの方に一言お願いしたいですか。はい、なんでしょうね、まあ、なかなか地味な漫画で淡々と続けて6巻も長くやってこれましたのも、はい、読者の皆様の応援のおかげでございます。ただどこまでネタが続くかの謎はちょっとありますが、いや、まあ、しっかり一話ずつ頑張って、また次の巻もあんまね、うん、ペースが一冊一冊のペースが早くないんですよ。隣関君って大体8ヶ月に一冊出るようなペースで、これはすごくこう待たせながら読んでいただいているので申し訳ないなと思いつつも、はい、なるべく次もしっかり良い内容で出せるように頑張っていきたいと思います。またお手紙などいただけると励みになりますので、よろしくお願いします。いや、もうこのままライフワークとして書いてもらいたいですね。それが できればいいんですけどね。もともと短期決戦のようなネタなので、そういう将来の心配があるっていうリスクがあってのネタですね。続かないかもしれないっていう、それがこう昔の漫画とちょっと違うのかもしれない。短期決戦を最初からやるつもりなので、はいはい、なるべくレベルを落とさずに、質を落とさずに、となると続けるとこまで全力疾走的な感じですね。はい、ちょっと頑張って、これからも楽しみにしてます。はい、それでは本日のゲスト森重拓磨先生でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあさあ、いろいろねこういうお話を聞けたところで、ここからは告知のお時間でございます。いつものようにアネックスをお送りしている漫画空間高円寺店店長の深谷明先生です。よい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 よ、中村兄弟漫画家の登場です。こんばんは、どうも。店長で漫画家の深谷と言います。はい、よろしくお願いします。店長、この漫画空間を簡単にまた紹介していただいてもよろしいでしょうか。はい、ここ漫画空間は漫画が描ける漫画喫茶ということで、まあ、通常の漫画喫茶のように来ていただいて漫画を読んでいただいても結構なんですけど、一応その少しの漫画を描くこともできると、一応道具とかも揃えてありまして、はい、そうですね。今日あのいろいろ使った道具は漫画空間さんからお借りしておりました。はい、コーヒーも出ます。はい、一通りあのアナログでペン入れまでできる道具一通りと、あとデジタルでコミックス関係のソフト、あのフォトショップ、サイ、コミスタ、クリスタと揃っていますので、あのアナログ作業もデジタル作業もできるようになっています。机も広めで物を広げても大丈夫ですし、あのファミレスや普通の喫茶店と違っていくら長居していただいても結構なので、どうぞ存分に長居してあの創作に励んでいただければと。はい、漫画講座その他あのリレー漫画ノートとかいろいろ楽しめるアトラクションもちょっとあるので、ぜひ一応おいてください。なんかこう店内の無線LANが開放されたと。あ、そうです、一応ですね、あのなんかあの高円寺の商店会からの、あの、はい、おすすめで、なんか高円寺をねあの Wi-Fi の通う街にしたいというらしくて、素晴らしい。で、一応ですね、とりあえず基本はあのなんかあのポータルで15分2回で30分無料なんですけど、あの例えばさあのまだ始まったばっかりでちょっとその辺のレギュレーションがあってしないんですが、あの長くご利用していただける方、例えば3時間以上ご利用される方とかはもうあの時間無制限で対応しようかなと思います。なるほどなるほど。なのであの Wi-Fi もつながりますんでよろしくお願いします。じゃ あのパソコンとかタブレットをお持ちの方はこちらで作業していただくとはかどるかなっていう感じですね。そうですね、今資料検索なんかもね、あの画像とかパソコンで検索しながら書くといろいろ漫画も、よし次回からノーパソ持ってこよう。作業できます、ね、自分の道具持ってきて仕事かなさる方いらっしゃいますよね。まあそうですね、使い慣れたものを持ってこられる方もいるし、今日もあのやってらっしゃった方、最近ねあのタブレット一体になっているパソコンとか持ち込まれて、だからアナログ席でデジタル作業をやられる方もいらっしゃいますね。ぜひぜひそういった方もご利用していただければなと思っております。はい、はい、涼しくなったんでまたこの格好かっこいい、かっこいいですね。
はい、ということで借り上げましたマスターボクマグ君から声して店長の深井明先生でした。ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、それではですね、番組をお届けしている株式会社ニコからこの番組を応援している漫画テレビサポータースクラブのお知らせでございます。東日本大震災復興園、復興園を支援するイベントなど充実のため、漫画テレビサポータースクラブファンの皆さんのためのイベントもいろいろ行っております。先ほど選んでいただいたグッズですね、はい、こちらもですね、来ていただくゲストの先生が描いたサイン色紙などをもとに毎月1種類から3種類の会員限定オリジナルグッズを制作いたしまして、会員の皆さん全員にお送りしております。はい、会員になるためにはニコニコ .co.jp/p619/にアクセスしていただきまして、はい、入会申し込み書をダウンロードしていただき、記入して info@ニコニコ.co.jp にメールで送るか、024-563-4358へファックスしていただく形となります。会費はですね、月に2000円となってまして、3ヶ月、6ヶ月、1年のコースがあります。で、会費を払ったことが確認をできた月のグッズから毎月会員限定オリジナルグッズが届くのはもちろんのこと、6ヶ月以上の会員になった方は年末に開く予定のダイビング大会などもあるということだそうです。で、サポーターズクラブ感謝祭みたいな催しに参加することも今後できるということです。まあ、ちょっと今内容を詰めているところだそうなんですが、次回アネックスではご案内できると思います。はい、で、先ほど森重先生にご選択いただいたグッズに関しましても、11月末日までにご加入いただきましたらお届けさせていただきます。はい、さあ、そしてですね、10月18日19日に開かれた福島アニマガフェストのご報告でございます。改めまして姉さん、お疲れ様でありがとうございます。お疲れ様でございました。はい、私もあのライブドローイングですか、MC やらせていただきましたですね、楽しい時間を過ごさせていただきましたよ。もう楽しかった。いろんなところで福島駅から、出てもあのいくつかのところで、いろんなイベントが行われてて、あ、これあれですね、田中先生と田中豊先生、田中先生がライブペインティングして、田中豊先生見てらっしゃいますかね。はい、大阪から、はい、こういう感じでやりまして、先生たちがバツ印、さっきもありましたけどベタのマークをつけてくれるんですけど、それを来ていた方たちに体験させて、塗ることができたったり、そういうなんかこう一緒に一つの作品を完成させていくような、わ、すごい。鈴木さんも塗ったんだよね。はい、塗りました。で、これが、こんな感じで、すごい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 。ね、すごい。あのイベントに出演されてた声優さんとか、あの芸人さんとかもやりました。これ私が個人的に写した写真なので影が、はい、これまさかこういう風に使うとは思わず。それでこれあれですね、あのトークショー、あの梅先生であったりだとか、樋口先生であったりだとか、そういらっしゃいますけども、はい、芸人さんたちと一緒に写真になりまして、あのちょうど時間が結構あったりしたので、田中豊先生とか深井明先生個人的にあの来ていた方々に絵を描いてくださったりだとかっていう、結構サービスもすごくあったりなんかして、神谷明さん、はい、神谷明さんですね。でジャイアンのモノマネするカズマスパーキンさん、はい、いろんなこういう感じで、イベント会場はこういう感じ、公演はこういう感じっていろんな、あの各地でいろんなイベントが行われてました。すごいですね、自衛隊が出動、すごい車両展示もしていました。結構盛り上がって、楽しそう、はい、盛りました。いいですね、いいですね、そう、大丈夫だよね、いや大丈夫じゃないですか、許可取ってるはずだけど、ここがあれですからね、大元ですからね、そうだよ、大丈夫大丈夫です、でした。毎年やりたいね、ということで、やりたいですね。そのためにもちょっとね、頑張らなきゃいけないわけだよ。だから皆さんのサポーターズクラブの会費もね、あのこういうところで、一部使わせていただいたりだとかして、どん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 漫画とアニメを盛り上げていこうっていう企画ですから、っていう感じでした。楽しかったです。はい、ありがとうございました。いいですね。来年もあったら私も参加したいな。本当に行きたいですね。ぜひぜひ。ご支援のために盛り上げていきたいと思いますよ、本当に。そう。はい。はい、お待たせしました。はい、森重先生のサイン色紙のプレゼントのお知らせでございます。応募方法2つございます。はい、マンガアネックスのツイッター公式アカウント、はい、@manga_アネックスをフォローしていただきまして、はい、#マンガアネックス、#プレゼントをつけて、今日の番組の感想や次回のゲストへの質問などをつぶやいていただくか、E メールで漫画読みのドツボ、国民アンケートへの投稿、または次回のゲストへの質問と、住所、名前、電話番号、アネームを書いて、info@manga-anex.com までお送りください。
ください、はい、で次回はなんとですね、はい、11月19日水曜日特別番組を行うことが決定いたしました、はい、なんと放送時間はいつもより1時間早い19時からになります。7時、これちょっと注意していただいて、で漫画ネクストもですね協力関係にあります漫画家を育てるためのサポート事業を行っているトキワ荘プロジェクトがですね新しく本を出しました。はい、はい、でですね、題して漫画で食えない人の壁プロがプロたるゆえん、うん、でその出版を記念して阿佐ヶ谷ロフト A、うん、はい、から漫画アネックススペシャルを放送することになりました。漫画アネックススペシャル漫画で食えない人の壁プロがプロたるゆえん出版記念拡大版っていう感じです。僕も出てます。はい、はい、イベントはですね、うん、2部構成になってます。はい、一部が漫画アネックススペシャル、うん、プロの凄さを見せつけてやるということで、はい、ゲストが栗原翔翔先生、はい、こちらは通常通り漫画アネックスとしてニコ生で生放送いたします。はい、今言った通り時間がね7時からになります。7時から8時半までの1時間半に、はい、これニコ生の方で放送します。はい、で第2部ですね、はい、こちらは漫画で食えない人の壁プロがプロたるゆえん出版記念イベントということで、うん、木崎先生、はい、栗原先生他作家さんや編集さんが登場する予定です。はい、進行はトキワ荘プロジェクトの菊池さんがやってくださいます。はい、で鈴木と守屋も出演しまして、うん、濃いトークショーになる予定。うん、これは阿佐ヶ谷ロフトで有料で観覧することができます。うん、こっちに来ないと見れない。そうなんです。2部放送されないんです。でさらになので、うん、放送されないのをいいことに、うん、どんな危ない話が出ることかわからない感じになってます。そうなんです。はい、俺普段ね、うん、のすっごいまろやかに喋ってるからね、うん、この番組では ね、 そうですね、本来こんなやつじゃないからそのどんなやつなのかっていうのが出るわけですね。うん、はい、で2014年11月19日水曜日、はい、7時から、9時半になりますね全部で、うん、会場が6時になります18時、うん、第1部が7時から8時半、第2部が8時45分から10時くらいまで、当日は2000円前売りが1500円安い、チケットは好評発売中でございます。うん、ここからですよ、なんかあるかな、はい、これなんか出てますね、ちょうどですね、はい、はい、ここから申し込んでいただくか、チケット販売サイト E プラス、あ、 E プラスでもお買い求めいただけるそうですよ。なんかどうなるかわかんないけど、シークレットゲストの噂もね、なんかちらほら聞くからね、あらららら、うん、まあシークレットだから、まあ向こうの多分都合次第ってことなんだけどね、うん、そうですね、楽しみにしていただければなと思っております。はい、そしてそして、はい、うん、そしてその次12月3日水曜日はなんと、うん、あの方をゲストにお迎えついに来ますか。はい、あの大好評ドラマ夜の飯テロ、うん、孤独のグルメの原作者久住まさゆき先生をお迎えしたいと思います。あのドラマのね、はい、最後にちょろっと出てくるあの人ね、うんうん、はい、そうです、ああいうものあの人が何者なのかね、はい、深く掘り下げていきたいと思います。はい、はい、次回はあの恨みや本舗や、うん、あの紙アプリで、そうそうそう、おなじみの栗原翔翔先生をお招きして、紙アプリがね今すごいブレイクしかかってるというかしてきてるというかね、うん、すごい売れてきてるみたいなんでね、またその話も聞きたいね、うん、はい、そうですね、なので11月19日そして12月3日どちらも楽しみにしていただければなと思っております。はい、そしてアネックス国民アンケート、次回のテーマはあなたが知りたい漫画家のプロの技は、はい、投稿は info@manga-annex.com までお願いいたします。うんうんうん、そして漫画読みのドツボも募集しております。漫画読みあるあるであることを話していただければなと思っております。はい、まあね、いろいろこう関数大人買いしたけども一巻だけなかったよみたいな話とか、うん、あるあるこういうのあるよねっていう話をぜひ送ってください。はい、はい、そしてスティッカムのお知らせでございます。はい、アネックスはですね放送後1週間、タイムシフトで見ることできますが、うんうん、それ以降はだいたい放送からそれ1週間ぐらいで、うん、スティッカムのサイトに、アップがされておりますので、はい、ぜひぜひね見逃した1週間経っちゃったよという方もですね、うん、スティッカムさんからぜひ見ていただければなと思っております。うんうん、ちょっと最近遅れ気味みたいだけどね今笠崎先生のがちょっと遅れているということなので、うん、すみません。はい、そして姉さん、はい、はい、告知いいですか。お願いします。はい、来年1月ですね、2015年1月15日から18日まで、はい、私が主催演出脚本をしております、うん、舞台制作団体、うん、ハッピーハッピードリーミングボリューム7、うん、ワイルドハーフの、がやります。はい、はい、一般チケットがあの発売しまして、うん、大好評になっております。でキャストも全員、うん、あの発表されましたですね。はい、はい、そうなんです、うん、やっとこさ全員出ました。これでも急がないともチケット手に入らなくなっちゃうとか。はい、そうなんです、なかなか好調みたいなんですよ、ね、ぜひぜひ痩せてる時のだとか言わない前もありましたよねこれ言わないまあまあお約束ということで
はい、こちらぜひ、あ、チケット買った？プレミアムない、ごめんね、プレミアムね、売り切れちゃったかもしれない、はい、よろしくお願いいたします。はい、そしてもう一個いいですか。はい、どうぞ。毎週金曜日ですね、私ここ漫画空間こう 若いな、うん、はい、後編時点でですね、番組やってます。29時から、うん、29時もう間違えちゃった、21時から9時です夜、1週間のお疲れ様番組ということで、うん、あの本当に緩く本音うん、ばっかでなんか、はい、謎な番組ですが、うんうん、たまに思い出したように漫画の話してるよね。え、知ってますよ、毎週最近。最近漫画の話すると驚かれるんですよ、うん、あのコメントで、うん、ほら驚かれるんじゃんね、毎週してるよと思って、そうそう、あのぜひ見て、あの皆さんのコメントが頼りなんです。コメントしてもらってそれに答えていって時間が過ぎていく番組なので、うん、コメントがねまた面白いんだよね。そうなんです、もうすごいみんな面白くて、うん、あのはい、ぜひぜひコメントしてくださればと思います。見てください、あさって21時からここでやります。お願いします、うんうん、はい、はい、そして、はい、あ、キサキさん、ワイルドハーフの、うん、ドゥミックスのライブがあるということで、はい、ぜひ、はい、告知をお願いいたします。あ、もう何も出ないよこれは。あ、出るみたいですよ、ライブの。あ、出た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 、そうそう、の、はい、ね、の今まで我々漫画元気発動計画は、うん、の音声とかエフェクトとかつけたね、ドゥミックスっていう、まあ、モーションコミックだね、のモーションコミックって僕らが作った頃はそういう言葉はあんまり有名じゃなかったんだけど、まあ、今大体そう呼ばれるようになったものだけど、まあ、それをまあ漫画をこう読むときにね、の日本の文法みたいなものをしっかり伝えた形で映像にしようっていう、そういう試みをしたものが、まあ、混ぜ合わせるっていう意味のドゥミックスっていう風に呼んだものなんだけど、それをまああの弟コミックっていうね、こっちはアプリで作ってるところなんだけど、我々とまあその弟コミックで手を組んで音声を共通化して使おうじゃないかっていう、まあ どっちも面白いんで、うん、で そのためにあの声優さんたちもちゃんとギャラを出したいじゃないかっていうことでね、でのじゃだったらライブでのそれを見せることでの楽しんでもらって声優さんのギャラにもしようっていうのが弟コミックの考えで、で今回ワイルドハーフでそのトークショーをやるっていうことになりました。はい、実際現場でアテレコをやるんですね。そうです、そうです、現場でアテレコをやるっていう、はい、ね、うん、これね、俺昨日稽古の音声を送ってこられたんで聞いたんですけど、めっちゃ厳しい、めっちゃ厳しい、もう一言一言すっごい細かく言われてて、あんな風に声優さんってもうビシビシ言われても平気なもんなの。やっぱ、ね、やっぱ体育会系だなって思ったわ。お、俺だったらとてもハート持たないわって。でもそれぐらいね、すっごい真剣にやってるんでね、ぜひ見に行っていただきたいと思います。はい、お願いします。うん、で DVD がなんか、そう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 、これね、うん、この間ポップカルっていう愛知のイベントで、はいはい、それ用にまあ作らせていただいたんですが、はい、これコミティア、コミティア、これ僕 X4 って読むのかクロス4って読むのかなんかよく知らないんだけど、はい、出ます。はい、そこでこう売ります。あ、いろんなのある。これ栗原真の少々先生の、はい、読誌、これは新作です。新作です。これめっちゃ痛快で面白いやつなんで、はい、でまあ、の僕のゾンビ名、はい、エカテリーナ、うんうん、これ全部僕が全部自分で声やってます。バカですね、笑ってください。で笑うもんじゃなくて泣くもんですけど、うん、で猫又ハイロ、はい、浅見優子先生のね、はい、の同人でずっと書いてたっていうか書いてるやつですね。これすごい人気作なんですよ、うん、今どんどん人気が上がってる作品で、商業では出てない、これがまあ初めて商業として出たものなんで、うん、これもぜひこう買いに来てもらえればと思うんですけど、姉さんが声やってますね。そうそうそう、主演ね、はい、の鈴木まみさん、はい、そして、やっぱこっちも主演、はい、鈴木まみさんで森谷優、はい、これね、大学のこの2人が初共演して、そうなんですよね。しかも普段とは立場がちょっと逆になってるそう偉そうにしてるのが森谷の方っていうね。うん、でついでにこれね、の特典にね、はい、の我が家に降りた天使の話っていうのも入ってて、はい、この森谷さんがね、そうです、前役、私が前役やってやらせていただきました、うん、はい、こうそんな感じで、うん、今後もまたこれが売れたらいろいろ出ると思うんで、はい、でぜひこう手に取っていただければと思います。はい、はい、お願いいたします。頑張ってあります、よろしくお願いします。さあさあ、はい、今回もいろいろ聞
きましたね。東村先生の話も聞けて、ね、はい、面白かったね。面白かったですね、今日盛り上がって。関さんみたいに、はい、じゃ関君みたいに喋らなかったらどうしようかって、もうそれすっごい心配で。全然、うん、もう脚本見てこんなちょっとの質問でいいのとかね、突っ込んでたんだけどね。全然心配なかったね。すごい。ね、いっぱい話してくださる人でした。はい、次回はスペシャル版で、時間がまたちょっと、うん、19時からとなっておりますので、うん、そちらだけご注意して。場所も違うからね。はい、うん、あ、そうですね。東村さん出てほしいよね。ちょっといいですね。どう思ってらっしゃるのかとか聞きたいですよね。ね、ちょっとぜひ出てください。お待ちしてます。姉の逆襲もお待ちしてます。お待ちしてます。兄弟でどう感覚が違うのかね。ね、こういうのもちょっと見てみたいね。いや、すごい。はい。ということで盛りだくさんでお送りしました。はい、今日は2時間11分。長い。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、この番組は株式会社ニコと漫画元気発動計画の制作でお届けいたしました。はい、お相手は私、鈴木まみと森谷優斗、記者北樫でした。はい、ではアネックス、また次回ありがとうございました。次回は19時からだよ。